だからみんなこの見た目でこんな感じだから、はい、コミュ力あると思って接してくるんですよ、まあ、さらに怖くなっちゃって、うん、人を避けてましたね。結局その僕の発信っていうのは昔の自分に向けて言ってるんですよ、はい、であの時の自分に必要だったのはお前さいいから行動しろよっていう、まあ、強めの、まあ、お叱りの言葉なんですよ。せっかくドバイにいるからなんかしようみたいなレンタカーをしたんですよ。マセラティ借りたんですよ。青の100万円みたいな。性的エネルギーを何の努力もなしに放出してたら、うん、それは他のこと頑張れなくなるよってこと、原点はナキンでしたね。はい、ということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストはジョージ君です。お願いします。ジョージです。お願いしま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 す。ありがとうございます。いや、会えてよかった。いや、こちらこそ。いや、俺結構結構今最近めちゃくちゃバズってると思うんですけど、はいはい、俺結構前から見てて、うん、なんかこんな人いるんやみたいな、なんかおなきんの動画かな、多分一番最初に見た時にこんな人いるんやみたいな感じ見てたんで、ちょっと嬉しいっす。え、いつっすかそれ。え、もう2年ぐらい前じゃないですか多分本当に2年前2年前ってことは、まあ結構子さんってやつですよ。あ、子さんってやつだ、うん、あ、俺子さんだ。何4000人とかですか、じゃあフォロワー、3000人とか。マッチで分かんなかったですけど、あ、でも意外に少ないんだなみたいな。動画はめっちゃ回ってたんですけど、うんうんうん、登録者結構少なかったです。あんま覚えてないけど、めっちゃ嬉しいです。いや、ありがとうございます。いや、本当に去年ぐらいかな、フォローしてもらって、うん、みたいな、マジでみたいなって、うん、超嬉しかったですね。いや、なんかポッドキャスト僕その時やろうと思ってて、あ、それで日本でポッドキャストやってる人っているのかなっていうので、ちょっと探してみたら、はい、アイザックさん出てきて、お、あ、これめっちゃちゃんとしてんじゃんみたいな他ねえわこういうのと思って、それでまあちょっと参考にさせてもらってましたね、はい、僕もあのホストになりたかったんで、あ、そういうことか。ちょっとまあ勉強できることないかなと思って見てましたね、はいはいはい、うわ、ありがとうございます。嬉しいです嬉しいです、はいはい、いや、これはね、結構意外なね、あのゲストだと思うんですけど、まあ聞きたいことはいっぱいありますよ。とりあえず、でも今、まあ多分、まあ多分今、そのジョージ君を知ってる人は、やっぱあの、スポーツ経験ないやつ、ね、運動経験ないやつ、ガチで危機は持った方がいい。持てないって。持てないって。これ、厳しいって。厳しいって。あれ、これで知ってる人めっちゃ多いと思うんですよ。うん、あれ、あれはどういう、なんか、あれは、あれ用に撮ったんですか？いや、あれ、実は、はい、まあ、僕って自己啓発系の動画出してるじゃないですか。そうですね。結構内容被ってきて、はいはい、ネタ切れ、もうかなりネタ切れなんですよ。もう2年前から。実は。だからもう朝起きて、マジ喋ることねえわ、みたいな。で、そういう時、いつも僕、朝起きて、はい、昔の自分を思い出すんですよ。ああ、うん、なるほど、なるほど。で、昔の自分を思い出して、その弱ってた時ってどういう時かなって、はい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 、弱ってた時と精神的に、ね、なんかうまくいってない時とか、まあ、肉体的に弱ってどういう時かなって思った時に、俺スポーツやった時マジどん底だったって思って、じゃあスポーツってめちゃくちゃ強い男になるために大事な要素なんだなって、でそこからなんでだろうっていうのを全部過剰湧き出してって、はい、でそれでもうベラベラ喋ってったら、はい、ああいう動画になったって、うん、あ、そういうことだった。そうそうそう、だからスポーツ経験なかったら、はい、おそらくこういう弱い状態にいるでしょっていうのを話してって、まあそれに関連することを全て、まあ、一つの動画にまとめたらああなったと。なるほど。ですね。で、全然バズることも狙ってないし、結構捨て動画だったんですよ。そうだね。もういいや、みたいな。これ出せ、みたいな感じだったんですよ。うん。もはや出そうか迷ったぐらいの完成度だったんですよ、目的には。はいはい。で、まあ、気づいたらバズ、3ヶ月後ぐらいですね、バズったの、しかも。あ、時間経ってだったんだ。うん。出して、全然再生され、なんか、YouTube10 本中9位で出るじゃないですか。うん、うん、あれですね。あれ10 out of 10とか10 out of 8ぐらいだったんですよ。ゴミ動画じゃねえかみたいな思ってたんですけど、3ヶ月後ぐらいに、はい、急に連絡来て、はい、ジョージお前、ツイッターでやばいことになってるぞみたいな。で、僕普段ツイッター全くチェックしないんですよ。で、ツイッターチェックしに行ったら、なんか、滝沢ガレソとか、なんか、ツイッター界の結構有名な人に、めっちゃ引用リツイートとかされてて、で、再生数見たら1086万回みたいな。そんなに回ってたんだ。わけわかんないほど回ってて、多分今もっと回っても、多分2000万回ぐらい多分回ってないんですよ、結局。やば、うん。で、それで、あ、俺って今バズったるみたいな。バズったるって言っちゃって。バズってるみたいな感じのイメージっていうか、感じの感覚でしたね。へ、は、ぇ、いはい、全く狙ってないんですよ。狙ってないんだ、うん。え、でもそっからすごかったですね。なんか変わったっすか、やっぱ結構。そうですね、認知度がすごく増えて、まあ、TikTok もすごい回るようになったし、うんうん、まあ、多分ツイッター上で敵たくさんできたし、うん、そういう感じじゃないですかね。でも、そんなまあ、
まあ、2000万回とか再生されて、それでまあ YouTube の登録者20万人なんで、なんか YouTube にめちゃくちゃ流入増えたかっつうと、まあそうでもないけど、まあでも増えたっちゃ増えたって感じですね。はいはいはい。そっか。まあなんかプラットフォームごと結構違うんですよね。なんかわかるです。俺も Twitter 全く見ないから。でもやっぱ結構その、自己啓発系とか、なんか、まあ俺たちがやってるコンテンツ、ポッドキャスト系とかも割となんか Twitter、Twitter の方が受け入れられるのかなみたいなはなんとなく感じてて、でも自分はやってないんであれですけど、結構コンテンツによると思う。ああ、そういうことか。あれは僕結構そのまあ実際にスポーツやってない人がたくさんいるプラットフォームに、はい、で回りまくってるってことはまあそういうことなんじゃないかと。なるほどですね。まあ文章系の人なんで、あっちは。ああ、まあ確かに確かにそうですよね。ビデオっていうからね。そう。ヘイトコメントやっぱすごいですか。僕あんま読んでないけど、まあすごい言われましたね、多分。あんま僕気にしないんですよ。気にしないで、もうあの3年間、てかこのスタイルでやってるのもうずっと前からの、多分知ってると思うんですけど、そうです、だいぶ前からやってるんで、もうそれに対する体制はもうないっすね。あ、ないじゃない、つきましたね、完全に。つきだ。全く何も感じないです、何言われても。そうなんだ。結構俺びっくりしたのが、やっぱその動画とかってやっぱ大体見え方みんな気にするから、めちゃくちゃ丁寧に喋ったりするじゃないですか。でももう、いやお前さみたいな、めっちゃ食べて言うじゃないですか。あれもちょっとなかなかすごいなと思って。あれは僕、まあ結局その僕の発信っていうのは昔の自分に向けて言ってるんですよ。ああ、そういうことか。で、自己啓発って結局行動しないと何も変わんないんですよね。そうですね。で、あの時の自分に必要だったのは、お前さ、いいから行動しろよっていう、まあ、強めの、まあ、お叱りの言葉なんですよ、必要だったのが。だからそれを昔の自分に向けてやってるっていうので、ああいうスタイルになってるんですよね。そういうことなんだ。はい、なるほどね。だもちろん、はたから見たら、何こいつ人のこと見下しやがってみたいな、はいはいはい、っていうふうに思われてるんだけど、まあ俺は、そういうつもりやってるわけじゃなくて、いやシンプルに、まあ、昔の自分に似たような人たちは、じゃどういう言葉が必要かな、どういうものを価値に感じるかなと思って、ああいうやり方をやってるっていうことなんですよね。そういうことなんだ。なんか完全にそのメンズコーチとしてのなんか、なんていうんですかね、オーソリティというか、を出すためのブランディングなのかなって俺勝手に思ってたんですね。あ、違いますね。あ、そうだったんですね。2年前3年前から同じやつやってるんですよ。確かに確かに。お前って言ってるんで、はい、あのそんなブランディングとか何もそういう知識ない状態でやってたんで。そっかそっか、なるほどね。自分の昔に向けたんだ。そうです。その昔のこととか結構やっぱ今のジョージを知ってる人が多いと思うんで、うん、昔のこと結構聞きたいなと思ってて、でまずハーフですよね。あ、ハーフですね。どこのハーフなんですか。イングランドと日本ですね。イングランドと日本だ。もうちょっと詳しく言うと、まあ、おばあちゃんアイルランド人なんで、はいはい、アイルランドとイングランドの父親と、はい、まあ、日本人の母親って感じなんで、はい、そういうことか、はい、そんな感じですね。地元はどこですか。地元は千葉県の銚子市です。千葉県です。なんでですか。銚子市って笑ったから。そうなんだ。ど田舎で生まれ育って、はいはいはい、もうハーフは僕だけでしたね。あ、やっぱそうなんだ、はい、いじめられたりとかしたんですか。いじめられてはないですね。いじめられてはないですね、まあ、うん、どちらかというとまあすごい人みたいな。まあ、地元ではなんか足が速かったんですよ、僕。あ、そういうことか。はい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 、それでなんか足が速い外人みたいな。多分イメージでしたね。なるほどね。昔からスポーツやってた。昔からそうっすね。幼稚園生からサッカーやってて。幼稚園からだ。はい、それで、まあ、たまたま足が速くて、なんか陸上とかの結構活躍して、あと駅伝とかも活躍して。え、駅伝もしたんですか。駅伝もやってましたね。そういうので、まあ、活躍して、はい、まあ、市内では結構有名というか、うんうん、なんかまあみんな知ってるハーフのやつみたいな感じの立ち位置でしたね。なるほどですね、はい。そのスポーツをなんかやるきっかけとかは親とかですか。いや、お兄ちゃんがサッカーやってて、はい、それ真似して始めた感じですね。あ、お兄ちゃんもいるんだ。うん、何人兄弟ですか。お兄ちゃんいて弟もいるんで3人ですね。3人兄弟、はい、次男なんですね。そうっす。はい、弟はちょっと下ですよ。なんかたまに出てくるじゃないですか。弟は、はい、そうっすね、はい、まあ、20歳かな、21ぐらいですね。一緒に住んでるんですか今。いや、今一緒に住んでなくて。住んでないんだ、はい、ただあの僕タイ住んでるんですけど、はい、あの去年かな、去年半年ぐらい一緒に住んではないんですけど、うんうんうん、あの近くに一緒に住んでましたね。あ、はい、そういうことか。兄弟は仲いいですか。まあ、昔めちゃくちゃ仲悪かったんですけど、まあ今はあれですね、仲いいですね。はい、まあタイにわざわざ来るぐらいだから僕の近くに。まあ、確かに確かに、それぐらいそうね。はいはい、そっかそっか。そうね、なるほどな。はい、兄弟、男兄弟か、うん。女の子いなかったってことですもんね。女の子いなかったですね。どうですか、男兄弟がで育ったことによっての今の自分みたいなのもあるんですかね。どうなんですかね。
あるかもしれないしないかもしれない、あんま考えたことない、うん、そんなに考えたことないですね。まあでも喧嘩はしまくったんで、うん、どういうことをしたら、まあ、切れるかみたいな他人が、はいはい、ってのはまあ分かるというか、うんうん、あのたまに引き際が分からない人がいるじゃないですか。あ、まあ確かにそうっすね。エスカレートしすぎちゃう人とか、はいはいはい、まあ、他人のバウンドリーっていうの、うんうんうん、にちょっと侵入しすぎちゃう人とか、はいはいはい、僕結構人の気持ちが分かるというか、うんうんうん、あ、この人今こう考えてるなとか、はいはいはい、今この人こう考えてるなとかっていうのは結構すぐ察知できるんで、うんうん、まあそういうのはもしかしたら間に挟まれてたことによってで学んできたのかなっていうのはあるかもしれないですね。なるほどですね、うん、いつも喧嘩止める側だったりしますね。あ、そうなんですか、はい、遊びに行った時とか、そういう感じなんですね、はい、僕全く誰とも喧嘩しないし、あ、はいはい、怒らないですね。あ、怒らないタイプなんですね、はいはい、結構、まあでも確かに、まあ、分かんない結構素性が分かんないからどういう感じなのかなみたいな気になってたけど、やっぱあんま怒んないタイプなんですね。全く怒んないですね動画の中だけっすね、怒ってんの確かに動画よりやっぱ会った時の柔らかさはすごい感じ、柔らかい感じなんだなみたいな、めっちゃ思って、めっちゃ言われますね全然違えやみたいな、全然違えやみたいな、うん、動画の時いつも切れてるんですもんね、なんかね、うん、切れてるように見えるんですもんね、うん、いや、もうこの昔の自分に向けて切れてるんでそういうことですよね、うんうん、振り返るとやっぱムカついてくるんですよね、自分なんか、お前何してんのみたいな、だからダメなんだよって。なるほどね、うん、自分に向かって言ってるんで。そっかそっか、はいはい、切れちゃいますね。サッカーを、うん、まあ中学校高校までやってたってことですもんね。そうっすね、ずっと。駅伝も中学校高校、いや、駅伝はなんかその駅伝の時期みたいになるんですよ、はい、その時に、はいはいはい、なんかジョージ頼むから手伝ってくれみたいな感じで、なんか普通の陸上部とか駅伝部になんか参加させられるみたいな。あ、スケットみたいな感じだ、うん、スケットスケット。あ、なるほど、ね、だけど俺が一番早いみたいなっていう感じでしたね。そうなんだ、うん、すごいな、エースみたいになってました。スケットエースみたいな、そうそうそう、強すぎないですか、さすがやな。謎に 足だけ速かったですね、うん、結構言われるんですね。俺めっちゃ悪いですよ、うん、なんかやっぱハーフって足速いみたいな、うん、言われるじゃないですか、うん、俺足全然速くないですよ。速くないんだ。マジ昔から3番目ぐらいだった、うん、常に、うん、あの運動会とか後ろから3番目。あ、違う違う、上から3番目、まあ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 、そこそこ速いぐらい、まあ、でもリレー選手にギリ選べるか選ばれないかぐらいの、うん、だからでもめっちゃ言われるから、うん、そんな足速くないですよねってちょっともう言うしかないみたいな、うんうん、そっか、でも足速いのいいですね、ステレオタイプに合うっていうか。そうっすね、まあ足速い、英語喋れる、はい、顔がかっこいいとか、はい、その辺身長高いとか、はいはいはい、うん、まあ結構僕当てはまってなくはないですよね。当てはまってですね、うん、英語はまああんま喋れなかったですね。でも、あ、そうなんですか、うん、それ結構コンプレックスで、はい、僕大学1年の時にイギリス行きましたね、うん、1年間。おー、この見た目で英語喋れないのすごい恥ずかしくて、はいはい、うん、まあ喋れたんですけど、はい、父親とまあ日常会話程度みたいな、あんまりフルエントに喋れなかった。まあ今もそんなフルエントじゃないんですけど、そう、それが理由で、はい、あの、そうですね、イギリス行きましたね、1年間、で英語磨いてみたいな、はい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 、そう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 。え、それはあの本当に英語のみ、なんかサッカーとかじゃないんですか。いや、最初、まあ、行った理由は、はい、あの2つあって、はい、もう1つは、まあ、英語、うん、でもう1つが僕結構自信なかったんですよ、自分に。ほう、はい、でコミュ障だったんですよ。コミュ障だったんですか、はい、でそんな自分変えたくて、うんうん、まあ、1人でイギリスに行ったら、まあ、あっちで、ね、家に引きこもって何もしないみたいなのは、まあ無駄じゃないですか。まあまあそうですね。環境を変えてケツに火をつけて、はい、あの、まあ一人でイギリス行ったらいろんな人と交流しなきゃいけないし、確かに英語も勉強しなかったり行ってる意味ないからっていう、うんうん、まあなんていうのかな、その敗戦の字みたいなの作って、そうイギリス行って、で友達を作るために僕その当時、まあ、大学入った時にサッカーやめてたんですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、でそれで友達を作るためにサッカーまた再開して、そう、それでサッカーやっていくうちになんかお給料もらえるようになっちゃってあ、サッカーやりながら結構簡単にお給料もらえるんですよ、イギリスとかって。なんかめっちゃ下部のリーグなんだけど、はい、なんか地元で結構お金が集まるから選手にお金渡されるみたいな感じ。そういうこと？でそれなんか5万円ぐらいもらいながらサッカーやってて、こんなんで5万円もらえるんだったら俺ワンチャン20万30万稼げる選手になれんじゃないみたいなっていうので楽しくなっちゃって、一時期サッカー選手を目指してましたね、イギリスでバイトやりながら。そういうことなんだ、はい、はいはい、ああなるほどね、うん、なんかちょっと調べたらそのイギリスにサッカーやりに行ったと思ってたんですよ俺勝手に。なんかそういう風に書いてる記事とかもあって、うん、あ、そういうことだったんですね、うん、そういうことでしたね。へー、はい、サッカーをやりに行ったわけじゃなかったんですよ。あ、そうなんですね。気づいたらサッカー やりに行ったことになっちゃってたみたいなそう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 。どうですかイギリスの生活は。イギリスは、いや僕は結構なんか好きでしたね。なんか街並みとかもいいし、うんうん、空気も綺麗だし、うん、まあ天気はゴミでしたけど、まあよく言うですよねみんなね、うん、飯もなんかまずいまずい言われるけど、はい、まあ、僕は
なんていうのかな、その自分の料理のスキル次第かなと思ってて。まあ確かに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 、うん、そう、誰かに作ってもらうならあれだけど、普通に食材はあるから普通に買って食えばいいし、確かに確かに、まあ外食は高いし、うん、まあ、美味しくない、まあ、日本と比べたら美味しくないけど、まあ、そんなそんなね、ちょっとね、みんな厳しすぎると思いますね、イギリスの飯に対して、うん、確かにイギリス飯まずいイメージ結構みんなあるっすよね、うんうん、なんか俺もなんかそういうちょっとイメージあったんで、うんうん、俺も1回だけ行ったことあって、イギリスどこ行ったっすか。イギリスの、半年間ブライトンっていうところ、ブライトンだと半年間ロンドンでしたね。おお、はい、これブライトンって三笘とか。そう、ブライトン、三笘ですよね、はい、そう、三笘が来る前に僕ブライトンいて、いたんだ、ブライトンの試合も何回か見に行ってましたね。お、うん、三笘いてほしかったですけど、ね、どうせ行くんだったらいや三笘俺結構好きですよ。あ、本当ですか。すごい好きで、マジうまいっすよね。いやマジやばいっすね、かっこいいすぎる、あれはね、うまいよ、うまいっすよね、国宝やなみたいな、うまいって、うまいって厳しいってあれは厳しいね、あれだって三笘、もし俺ディフェンダーで三笘来たらもう多分ディフェンスしないもん、もう諦めもうもうゴールの方、ゴール、自分のね、ゴールの方向かって走って、うん、多分諦める普に強いですもんね、うん、あれはなかなかね、うん、確かに確かに、レベル高すぎも体力の無駄になっちゃう、ディフェンスするだけ、うん、なるほどですね、うん、そっかそっか、うん、いやサッカーな、でも俺も結構サッカー好き、見るっすか、サッカーは。サッカーもでもあんま見ないっすね、全く。あ、見ないんだ。うん、うん、なんか僕自分が多分プレイする方が好きなんですよ。なんか見てるとプレイしたくなっちゃうから、うんうん、なんか見るよりやる方が楽しくねみたいな感じで、見るのはそんなに、言うて昔からそこまで好きではなかったかな。うん、めっちゃ好きってわけではなかったですね。あ、そうなんですね、うん。だからなんか結構、意外とサッカーやってない人ほど見るのが好きだったりする。ああ、確かにそうかもしれないですね。なんかめちゃくちゃ選手に詳しかったり、はい、クラブチーム詳しかったりするけど、俺はあんまそういうのなくて、はい、何人か知ってるけど、うんうん、なんか超応援してるチームがあったりとか、はい、ないっすね。イギリスにいた時もめちゃくちゃどこのファンってめっちゃみんなに聞かれるけど、あんまりなくてちょっと答えるのに困ってましたねイギリス人ガチっすからね、サッカーに関しては。だからめっちゃイギリスのサッカーサポーターって超ガチなイメージある。超ガチっすね。ですよね、うん、なんか自分がサポートしてるチームと結構ライバル心の強いチーム、うん、が好きって言うと、ああ、じゃあもう俺ら友達になれないよみたいな感じです。ガチだな。ちょっとジョークも入れてるけど。まあもちろんね。うん、そっか。え、どうですか、カルチャーショックもあるですよね、やっぱね、イギリス、日本だったら。そうっす。あ、でも意外と似てる。あ、マジっすか。うん、なんか、結構、人のスペースをリスペクトしてるというか、まあ、他人の目を気にしてるというか、はいはいはい、うん、あんま浮かないようにしてる感じ、周りとは。まあ結構似てるんじゃないかなと思いますね。ね、なんか、アメリカとかだと結構みんなラフというか、そうですね、結構なんていうのかな、結構ガツガツしてるイメージなんですけど、してるしてるです、うん、めっちゃ個人出すですよね、うん、そう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 、はいはいはい、うん、でなんかお金稼いだら全然フレックスして OK だしみたいな日本とかはあんまそれやっちゃうと、そうですね、あ、詐欺師だとか、はいはいはい、あ、なんかキメえなとか、なんかそういう風に思われるかもしれないから、うん、みんな結構控えめにするじゃないですか。他人とのコミュニケーションもまあ普通に、まあ、どこ行ってもなんか結構控えめじゃないですか、はいはいはい、イギリスも結構そういう感じがあるんで、あんまなんていうかな、目立ちすぎるの良くないみたいな感じはしたかな、はいはい、まあ、冷ややかな目で見られるとか結構あったかな。なるほどですね、うん、結構おもろいな、うん、で、まあ、もちろんそのサッカーやってて日本に帰ってきて YouTube はどのタイミングで始めたんですか。 YouTube は、はい、そのサッカー選手になりたいって言ったじゃないですか。そうですね。そうで、まあ、サッカーって怪我するかもしれないし、うん、まあ、何かが理由で戦力外急に言われるかもしれないし、うん、まあ、安定しないじゃないですか、まあ、そうですね、だからサッカー選手を目指しつつ、うんうん、お金を稼ぐにはまあやっぱりオンラインでお金稼がなきゃいけないと思って、うんうん、まあ、それが一番いいかな。そのサッカーの練習の時間とかもあるし、会社員やりながらサッカー厳しいと思って、なるほど、そう、それでじゃあ俺はどうにかしてオンラインで稼いでやるっつって、はい、最初ブログだったりプログラミングだったり海外輸入ビジネスだったり、はい、そういうの全部手つけて、うん、で YouTube 結局最終的になんか全部しっくりこないんですよね。やりがいがないというか楽しくないんですよね、うん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 、でそこで何があるかなと思った時に、僕もともと人に何か教えるのが好きで、はい、何か勧めたりとか、うん、なんか高校時代も筋トレを教えたりとか、はい、プロテインこれいいよっつって、はい、一緒にね、プロテインなんかおすすめ教えたりとか、そういうのをして、なんか他人
に教える、そして他人がそれを通して変わるみたいな、そのプロセスを結構なんか楽しんでたんですよね、昔から。うーん、だから俺そういうのが好きなんだと思って、それを活かせるのって何かなと思った時に、まあ、YouTube だったっていう。あ、うん、そこからもカメラ開いて動画撮るようになりましたね。へー、うん、え、最初からそのなんかメンズコーチみたいな形でやってたんですか？なんかこうした方がいいみたいな。いや、まあ発信のスタイルはほぼ一緒、昔の自分に向けてい う、うんうんうん、でメンズコーチってのは僕は適当に作った適当に作った言葉で、どうやってメンズコーチが出てきたかっていうと、僕名前がジョージなんですよね、はい、で YouTube にジョージって検索するとお猿のジョージしか出てこないんですよ。それでめちゃくちゃクレーム入って、お前さみたいな、お猿しか出てこねえよみたいな、じゃあどうしようと思って、はい、俺はまあ男に向けてコーチングをしてる、うん、まあ、じゃあこれはもうメンズコーチだっていうことで適当につけて以来ずっとメンズコーチって感じですね。はい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 、なるほどっすね、うん、そういうことか。メンズコーチっていう、じゃあもうジャンルを作っちゃったみたいな。そう、気づいたら作っちゃったっていう。まあ最初はもちろん誰だお前みたいな、はいはいはい、バカじゃない、何がメンズコーチだよって言われてたけど、なんか気づいたら意外といけちゃうみたいな。別に俺メンズコーチの資格を持ってるとかなんでもないけど、うん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 、自分で俺はメンズコーチだよって言ってたら、まあ気づいたらメンズコーチ、あ、コーチジョージみたいな、コーチコーチってなんか言われるようになってるから、まあ意外といけるんだなみたいな感じですね。なるほどですね。いや結構俺その なんかメンズコーチ時代というか、うん、なんかその頃のやつを結構まあ見てて、うん、まあオナキンとかの話をしてたんですけど、うん、オナキンなんかこれとかもなんかいろいろ話してると思うんですけど、なんでオナキンが重要なのかとかちょっと聞いてもいいですか？うん、まあ一つ目がその全ての原動力だと思うんですよ。はいはいはい、はい、あの性的エネルギーっていうのは、うん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 、だ性的エネルギーを何の努力もなしにバン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 放出してたら、うん、それは他のこと頑張れなくなるよってこと。でこれなんでかっていうと、そのドーパミンっていう、はい、まあ、脳の、はい、快楽物質みたいなのがあって、はい、それは例えば高刺激、なんていうのかな、高刺激なもの低刺激なものがあるんですよ。もう言ってください。高刺激なドーパミンと高刺激、高刺激、あ、高刺激、うん、刺激が高いと、うん、そう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 、はいはいはい、例えばじゃあ今の時代みんなゲームとかやってるじゃないですか、はい、ネットゲームとかビデオゲームとか、うんうん、それやって超楽しいじゃないですか、うん、でもその後にじゃあけん玉、もうゲームやめてお前けん玉やれって言ったらけん玉クソつまんなく感じるんですよ。なるほどですね、うん、はいはいはい、でそれなんでかっていうとドーパミンの刺激のレベルが、まあ、普通にテレビゲームの方がけん玉やれるの何倍も楽しいからなんですよ。でこれをそのオナニーに、履き替えると、はい、そのオナニーって、まあ人間、まあ、射精って結局人間における一番の快楽、はい、まあ、もうコカインとかヘロインとかそういうドラッグと同じぐらいの多分快感を僕やってないから分かんないですけど得られるような、まあ、快楽なんですよ、はいはいはい、だからそれを毎日やってたら、うんうんうん、それは他のこと全部つまんなくなっちゃうよってこと。なるほどですね。あの、まあ、本来の、まあ、人間、まあ、人間のそもそも生きてる目的って、まあ、生物みんなそうなんですけど結局は子孫繁栄と、うん、まあ、サバイバルじゃないですか。そうですね。そのうちの子孫繁栄を、まあ、嘘ついてやって、はい、確かに確かに、うん、バン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 達成しちゃってると、はいはいはい、そうなるとじゃあ現実世界で自分をレベルアップさせる意欲だったり、まあ、実際に女性と話すだったり、うんうん、友達を作るとかそういったことができなくなっちゃうよって、する必要がなくなっちゃうよって、はいはい、まあ、脳みそが感じちゃうから、それちゃんと制御しないと、うん、あの制御しないと、まあ、そういう風に堕落したパーソナリティ、うん、堕落した生活に陥っちゃうよっていうことで、で自分が実際そうあったんで。なるほど、うん、結構やってたんですか？ずっとバーンって。いや、そそんなひどくはない、そんなひどくはないけど、はい、そうっすね。でもスポーツやめて、うんうん、大学1年生で、はい、まあ、結構コミュ障で、うんうん、女の子話すの怖いし、うんうん、友達作るのも怖いから、うんうん、じゃあいいやつって引きこもって、うんうん、まあ、ポール飲みてしこるみたいな、うん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 、はまあ結構ルーティンになってましたね。え、でもこの見た目でコミュ障だったんですか？だからそれが原因でコミュ障だったんですよ。どういうことですか？だからみんなこの見た目で、はい、まあ、この身長でみたいな、こんな感じだから、はい、まあ、イケてるやつだろうなみたいな。だからみんなコミュ力あると思って接してくるんですよ。あ、そういうことですね。だから俺もその期待値が高いから、はいはい、コミュ力ないとダメだみたいな言い聞かせをしまくってて結構自意識過剰になるんですよ、はいはい、なるほどですね、うん、でそれが原因でもし俺コミュ障ってバレたらどうしようとか、
コミュ障こんな見た目もコミュ障なのかよってなんかバカにされたらどうしようとか、うんうんうん、そういうのめちゃくちゃ気にするようになって、まあ、さらに怖くなっちゃって、うんうんうん、あの人を避けてましたね。へー、うん、意外っすね。例えば、はい、もし英語喋れなかったとしたらこの見た目で、はい、恥ずかしいじゃないですか。まあまあそうですね、うん、だから英語喋らない環境に逃げたくなるじゃないですか。はい、それと近いですね。なるほどっすね、うん、この見た目でコミュ力低かったら恥ずかしいから、はい、じゃあなるべくコミュ力を使う場から逃げようっていう感じ、うん、っていうのが僕そういう時期が回って。なるほど。そう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 。でそれでオナキンに出会った感じですね。そういうことか、うん、はい、オナキンはどんぐらいなんですか。マジで全くしないのが一番ベストなんですかね。いやまあ本当に僕がオナキンをめちゃくちゃ信じた時はそれで言ってましたけど、はい、まあ、ぶっちゃけ毎晩やってなければ大丈夫だよって思いますね。毎晩やってたら、はい、そりゃ他の物事に対して気力なくなっちゃうから、うんうんうん、厳しいけど、まあ週に1回とか2回ぐらいだったら、うんうん、まあ週に1回や2回ジャンクフード食ってもそんなにダメージないじゃないですか。まあまあそうですね。だけど例えばジャンクフードを主食にしてたらそれはもう何も栄養素取れてないからだんだんボロボロになっていくわけじゃないですか。確かに確かに。酒も一緒で、はい、毎週毎週、うん、週4、週5で酒飲んでると、それはいずれか体にダメージ出てくるわけじゃないですか。うんうんうん、そう、それと一緒だと思って、やっぱモデレーションかなと思います、ね。まあ、なるべくやらない方がいいと思いますけど。はいはい、へー、うん。そのコミュ力上げるためにオナキン始めたみたいな感じなんですか、じゃあ。そうっすね。おー、うん、そういうことなんだ。だから、オナニーしてるうちは、はい、人と話す気力もないし、自分に対するセルフイメージもすごい低いから、うんうん、怖くて喋れないです、誰にも。なるほどっすね、うん、でそれでやっぱオナキン始めて、はい、あのまあなんかセルフイメージ高まるんです。その自己規律を持ってるから、その確かに、ね、オナニーをしないっていうのは結構自分を制御してる、自分を律してるわけじゃないですか。そうですね。だからなんかだんだんちょっと自分にセルフリスペクト生まれて、俺は自分をコントロールできるみたいな自信からなんか派生して、じゃあ筋トレもしてみようとか、はいはいはい、じゃあ他のね、あの自己啓発 YouTube、まあ、海外系のやつめっちゃ見てたんですけど、はいはい、言ってるこれやってみよう、あれやってみようっつっていろんな努力をするようになって、はいはいはい、それで、あ、俺、いけるかもみたいな。ちょ、人に喋りかけてみようっつって、喋りかけてくみたいな感じで、そう変わってったんで、まあ、原点はオナキンでしたね、やっぱり。原点はオナキンなんですね。原点はオナキンですよ。原点はオナキンです。いや、いいですね。でも俺結構その話する人結構少ないから、なんかめっちゃいいんじゃないかなって思ってて、うん、なんかまあその、まあドーパミンの話とかもすごいそうだなってめっちゃ思うし、うんうん、いやなんか、特に結構その日本自体がすごいなんか刺激が多い国というか、うん、分かんない、東京は特に俺めっちゃそうだなと思ってて、簡単に快楽が手に入る時代なんですよ。そう、あ、時代自体がそうですよね。確かに確かに。だから、まあ、昔だったらね、食料手に入れるのをめちゃくちゃ頑張ってやってたわけじゃないですか。確かに。今普通にスマホ開いて3秒でオーダーできるじゃないですか、マックを。だから努力する必要がないんですよね。はい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 、努力する必要がないって脳みそに教えてたら、それは努力できない体になってくるんですよ。そのうちの、まあ、一番の原因が、まあ、ポルノだから。はい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 、で、まあ、他にもポゲジオって言ってるんですけど。ポゲジオ。はいはいはい。うん、ポルノ、ゲーム、はい、ジャンクフード、オナニー。オナニー、うん。この4つは特に気をつけないと、はまっちゃうと、やっぱり努力なしに快楽を得てるわけだから、はい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 、努力ができない体になってきますよと。っていうのがまあ僕のメインの教えですね。はい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 、チャンネルでの。そうそうそう、そう。そう。なるほどですね。うん、で、ポルノの後に、ゲームだ、うん。ジャンクフード、ジャンクフード、オナニー。オナニー。じゃあ、ゲーム、うん。ゲームはもう全然しないですか。僕もともとそんなゲーム、やらない人なんで。ああ、そうなんだ、うん、はいはいはい。だけどやっぱりゲームやってる人全然1時間とかっていいんだけど、はいはい、まあ多くあるパターンっていうのはゲームハマってずっとやり続けて、うんうんうん、まあ、気づいたらもう夜になってますとか、うんうんうん、もしくは気づいたら朝になってますとか、うん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 、でそれでもゲームやって飯食ってゲームやって飯食ってみたいな生活しちゃってる人がまあ多いって思うんで、うん、確かに確かに、うん、それやばいんじゃないってことで結構強めに言ってますね、それには。確かに俺もそんなめっちゃゲーム、うん、過去にハマったことないからそこは分かんないですけども、うん、まあ、好きな人はめっちゃ好きですもんね、うん、あのゲームってレベルアップしていくじゃないですか、基本的に。はい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 、確かに。でもそれって現実の世界じゃないじゃないですか。そうですね。だから現実世界でレベルアップする代わりにゲームの世界でレベルアップしちゃうんですよ、はい、彼らって。ああ、ってなると、なるほどっすね、そっちで気持ちよくなっちゃって、はい、じゃあ俺現実世界で別にレベルアップしなくていいやっていう風なマインドセットになっちゃうんですよ。でゲームの世界ではもうね、すごい金の剣持ってね、どんなモンスターでも倒せて、ね、はいはいはい、あの勇者で、ね、それでゲーム界の中でレジェンドで、いろんな人に尊敬されて、はいはい、だけど現実世界出てみたら、怖いです
ません」みたいなボソボソ喋り出すんですよなるほどそうそうそうボソボソ喋っちゃうんですねそうそうそうでもゲームの中ではレジェンドだから確かに確かにだから結局ずっとゲームやり続けるとこれ結構悪いスパイラルと思ってて確かに確かに確かに、うん、なるほどっすねそういうことかそう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 、うわーなるほどねそれはめっちゃわかるかもしんないっすねうんだからなんかでもあれも結構あるっすよねなんだっけなんか俺結構おもろいなと思ったの思うのがアニメとかでゲーム世界に行ってなんか違う現実世界じゃない仮想世界みたいに行ってなんか急に強くなっちゃうみたいなやつかもあるじゃないですかああいうとかもなんかあんまないじゃないですかあの西洋のなんかコンセプトとちょっと違うというかなんかやっぱ日本だからそういうの結構多いのかなっていうのはまあちょっと思うんですけどなるほどね確かにそれめっちゃそうかもしれないですねなるほどゲームの次ジャンクフードかジャンクフードは全く食わないいや全然2週間に1回ぐらい食ってますね。あ、本当ですか、うん、どういうものだから、うん、あどういうもの僕結構ピザが好きっすね。ピザ。ピザもジャンクフードなんですね。まあ、僕の中ではジャンクフード。まあ、それはもちろん、基準、そんな悪くないと思うけど、普通に何、小麦粉、はいね、チーズ、イタリアン系だったらそこまで悪くないと思いますね。オ、はい、リーブオイル、はいはい、そんな悪くないと思うんで、はい、だから多分ピザ食ってるのかもしれないですけど、はい、まあそうっすね。ジャンクフードは結構ピザが多いかな。ピザ、はい、インドカレー、インドカレージャンクフードなんですね。インドカレージャンクフードじゃないですか。え、なんですか。まあ、わかんない。なんか、食った時、食った後のフィーリングでわかるんですよ。何がジャンクフード。かなり高刺激なんですよ。はい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 、はいうん。で、じゃあ、例えば、ピザとか、マックとか、はい、インドカレーとか、こういっためちゃくちゃ味が濃くて、はい、まあ、食ったら、なんか気持ちよくなっちゃうもの。はい、ずっと食べてると、やっぱ普通の健康的な食事がまずく感じるんですよ。あー、うん、なるほどね。これもドーパミン的な問題で、はいはいはい、これに慣れちゃうと、こういうものに。うんうん、やっぱり、本来体に必要な栄養素が豊富に含まれる例えば卵とか、うん、牛肉とか、うん、鶏の胸肉とか、うん、うんそれ以外にもいろいろあるじゃないですか、うんうん、そういった体に重要な栄養素、はい、そういった食事が取れなくなっていっちゃうんですね。そういった食事がつまんなく感じ、まあ、つまんないですけどぶっちゃけ、うんうん、つまんないけどさらにつまんなくなっちゃうんですよ、そのギャップで。はいはいはい、そういうことですね。だから僕はあんまり食べないようにしてる、うん、でそういった刺激の高いものはジャンクフードなんじゃないかなって思ってますね。ああ、常時的にはやっぱ刺激の高いものがジャンクフードっていう立ち位置ですね、うんうん、そう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 いうことか、うん、なるほどなるほど、うん、あと栄養素が低いものじゃないですかね。そうですよね、うん、栄養素低いもの、うん、でもやっぱ安いしいっぱい食えるからやっぱ食っちゃうっすよね、うんうん、そこもでも問題なんかな。そこもそうですね、やっぱ、うんうん、難しいですけどね、うんうんうん、大変だしみんな毎日の生活が、まあそうですよね、うん、だけどそうですね、まあ工夫すれば意外とできなくはないと思うんで、僕もカメラマン最近一緒にタイ来て、はい、たまに僕忙しい料理、まあ、たまに結構料理してもらってるんですけど、はい、うん、彼がやってるのも炊飯器に米入れて、はい、研いで、でそこに鶏胸ぶっこんで、あ、炊飯器に、うんうん、炊飯器にぶっこんで、はいはい、醤油とみりんとなんかそれ以外エリンギとか、はい、白菜とか入れて、はいはい、もう蓋閉めてポチで、でそれで鶏胸の炊き込みご飯みたいな、はいはい、結構栄養素高くて、で隣に、ね、卵付け加えれば結構栄養満点な、はい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 、ね、料理になってもう5分でできちゃうんで、確かに確かに、うん、で炊飯器の中にあるから保温で、まあ、1日多分2回でも3回も食えるし、確かに確かに、まあ、飽きるけど、うん、まあ、そういう工夫もできるんで、まあ、はいはい、うん、もしこれからね、うん、健康に気を使いたいとか、ね、うん、ハイティーになりたい人は、はい、まあ、いくらでも YouTube 探せばそういったレシピあると思うんで、やっていくといいと思ってますね。なるほどですね、うん、そのハイティーっていうのも、うん、ハイテスタソロンって意味ですね。テスタソロン、テスタソロン、うん、あれはどういうことなんですか。テスタソロンっていうのは何なんですか。まずあんまり注目だけで、テスタソロンは、はい、まあ、男性の主要ホルモン、主要ホルモンだ、うん、はい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 、それが、まあ、男を作り出すんですね。うん、だから男の、まあ、筋肉もそうだし、はい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 、まあ強いメンタルとか、うんうんうん、全てに影響してるんですよ。だからテストステロン下がっちゃうと、うん、それこそモチベーションが出ないとか、やる気が起きない、ね、うん、体も弱る、ね、うん、健康も失ってしまう、うん、風邪ひきやすくなるとか、うんうん、あと恐怖に怯えるようになりますよね。恐怖に怯えるようになりますよね。 あ、うん、あと不安だったりうつな状態になっちゃったりとか、はいはいはい、っていう風に、まあ、すごい悪影響たくさんあるんで、そうですね、テストステロンはすごく大事じゃないとかなと思ってますね。それは食事が取れるものなんですか。そうですね、取れるものっていうか、はい、まあ、普段のライフスタイルによって高めれるもの、はい、うん、あ、そういうことか。そこの中で、はいはい、テストステロン高めの一番重要なのが睡眠食事運動。睡眠食事運動、うん、はい、人間のもベースのやらなきゃいけないこと、うんうんうん、
この3つをちゃんとやってればテストステロンというのは高まって、まあ普段より勇敢になって自信がついたり、うんうん、まあ、活力あふれたり、ね、はいはい、朝起きたらちゃんとチンコが立ったりっていう、まあね、まあエネルギーに満ち溢れた男になって、はい、顔つきも変わりますね。おお、うん、なるほど、うん、なんか女性とかっていうのは結構もう顔つきだけでどっちがテストステロン高いか見極めて、テストステロン高い方を選んでるみたいな。マジっすか、うん、まあ、汗の匂いとかでも分かるとか、そういう研究もたくさん出てるぐらい大事なホルモンなんですよ。そう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 。え、それをじゃあ食事睡眠運動、うん、は睡眠はどんぐらい寝るのが一番いいんですかね。睡眠僕は8時間ぐらい寝てますね。8時間寝てるっすか。しっかり寝てますね。あ、しっかり寝てるっすね、うん、わー。で食事は脂質がメインの栄養素なんですよ、テストステロンを作るのに。脂質、はい、うん、だから卵めっちゃ食いますね。卵ね。だから僕卵5個食わないやつはプシーって言ってるんですよ一日で。まあまあ多いな。なぜならやっぱ卵をしっかり取ることによってテストステロン高める、その、卵ってコレステロール多いっていうじゃないですか。あ、そうですね。良質のコレステロールなんですよ。あ、そうなんですね。そのコレステロールこそがテストステロンをね作るんですよ。だからお前らここ食えよって、じゃないとお前らの息子はちゃんと機能しないぞみたいなことは、まあ、ちょっと冗談は半分だけど、でも実際にそうですね、僕は5個食ってますね基本的に。うん、とあと牛肉がめちゃくちゃいいですね。牛肉だ。赤身の牛肉、はいはいはい、はい、うん、すき家の牛肉とかよくないんですけど、ちゃんとしたあの噛んで顎が、まあ、疲れるような牛肉がいいですね。ほほほ、赤身の、ほほほ、なるほど、なるほどっすね。そう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 。そういうのはやっぱ自分でもうマーケットで買ってきてみたいな、うん、そうですか。そうですね。なるほどね、うん、まあ、バルクで買っちゃえばそん、まあ、高いですとか卵高いですとか、うんうん、牛肉高いですっていう人も多いけど、確かに、確かに高いよ、うん、だけどまあジャンクフードを買いに行って、それでまあジャンクフードを食べてっていうのを繰り返して、まあ、お菓子とか、まあ、ジュースとか、うん、そういうのを買ってるお金も結構結局換算したら、まあね、まあ、結局同じぐらいになるよと思ってるんで、まあちゃんとマーケット行ってバルクで買えば同じぐらいになるから、うん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 、そんな、まあ、高いけど、うん、まあできなくないんじゃないかなと思ってますね。うん、なるほどですね、うん、で運動っすよね。してで運動、運動だ。運動は、はい、まあ、これ僕よく例える話なんですけど、はい、じゃあ犬を一日中家に引き込めたら、引きこもらせたら、はい、犬ですよ、うん、動物じゃないですか、うんうん、どうなりますかってね、鬱になります、うん、ね、あの体に異常が出ます、うん、頭おかしくなっちゃったり、うん、まあ多分不健康になって死んじゃうんですよすぐ。毎日犬を元気に外で運動させたら逆にめちゃくちゃメンタルヘルス良くなって、うん、健康的になって、うんうん、多分他の犬、その家に引きこもらせた犬と比べてめちゃくちゃいい人生を送れると思うんですよ、うんうんうん、そしてすごい健康的になると思うんですよ。それと一緒で人間も動物じゃないですか、うんうん、だから家に引きこもって一歩も動かなかったら、うん、そりゃ体に影響出るし、はい、メンタルヘルス悪くなるし、うん、まあ、テストステロン下がるし、うんうんうん、いろんな部分ですごく影響出ちゃって、確かに、まあまともに男として機能しなくなりますよと。うん、だから、まあ、俺ら動物なんだからちゃんと外出て日光浴びる、うん、ね、ある程度運動する、うんうん、ってのはもう基礎中の基礎だから。確かに。でもう何千年前も何千年前からもう当たり前のようにやられてきたことだから、うんうんうん、それ今になってやめちゃったらそれはもちろん人生うまくいかなくなるよと、うん、いうことで運動絶対しないとダメですね。なるほどですね、うん、それやっぱ筋トレが一番いいっすね。筋肥大とテストステロンって相関関係あって、はい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 、筋肥大することによってテストステロンが生成されるんですよ。おお、うん、なるほど。だから筋肥大させた方がテストステロン生成されやすいんで、うん、まあ、一石二鳥だから筋トレが一番いいんじゃないっていうのはいつも伝えてますね。なるほどですね、うん、まあでも筋トレじゃなくても、うん、何もしないよりかは散歩だけでも、はいはいはい、まあそうね、ちょっと走るだけでも、はいはいはい、ちょっと、まあ、全然バスケが好きなのバスケやるなり、うんうん、サッカーやるなりでも全然違うから、はいはいはい、少なくともまあ運動はしようぜとは言ってますね。確かにそうですよね、うん、週何回ぐらい行くっすかジムとか。僕はジムは週4から5ですね。うん、でジム行かない日もしっかり散歩したりとか、はいはい、まあ、毎朝僕日光を浴びて、まあ、サウナも行ったりして、うんうん、まあ、そういう風にしてますね、うん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 、必ず運動的な要素、あと日光を浴びるってことは欠かさずやってますね。ずっと何千年も前から当たり前のやられてきたことなんで、確かに確かに、それを今やってやめちゃうとそれは、うん、影響出ちゃうんで体に。確かに確かに、うん、そう、なんか TikTok で見てたっすね、なんかみんな忘れがちなのは日光だみたいな、ビタミン D が必要だみたいなこと言ってて、うん、まあ、確かにと思って、うん、
なんかビタミン、なんか冬の間とか俺すげえなんかめっちゃなんかちょっと鬱っぽくなるんですよね、やっぱね。なんかその多分日光がないからと思うんですけど、やっぱ日光ある方が絶対なんか調子良くなるなって、マジ大事ですね。確かにね。なるほどね。いや結構まあそのその辺がめっちゃ重要になってる、すげえ頭で分かるんですけど、なんかその最終的になんかもう忙しくなっちゃうとどうしてもなんか運動後回しになったり、外での後回しになっちゃうみたいな、俺も編集とかめっちゃ多いから編集とかしちゃうとやっぱできないことが多くなっちゃうんですけど、どういうふうにスケジュールとか管理してるんですか？できない人は絶対朝やった方がいいですね。もう朝のルーティンに入れるのが一番いいですね。僕も昔そうしてました。まだ YouTube で稼げなかった時、バイトとかやった時はもう朝起きたらジムに行くってことを徹底しましたね。じゃないと、じゃあ朝起きて、ね、バイト始まるまで寝てて、まあ、もしくは学校始まるまで寝てて、それで学校行って、まあ、バイトして帰ってきて、そっからジムってなると、だいぶ意志力そがれてるんです。そうですね、もういいやみたいな、めんどくせえわってなって行かないパターンが多いんですよ。だけどもう朝起きたらジムに行くっていう、もう常に自分に決心して毎回同じ行動を取ってたら、結構だんだん意志力を使わずにそれができるようになってくるんですよ。習慣化されていくんですよ。だからもし今の生活の中でジムに行くこと難しく感じてるとか、運動すること難しく感じてるんだったら、もう朝一のルーティンに入れることが一番重要じゃないかなって思いますね。なるほどね。確かに。で僕はその当時は、なんだっけな、僕トレーニングは週4とか週5しかしないんですけど、だけどそれでも習慣を作るためだけに毎日ジム行ってましたね、その時は。あ、そういうことですか。あ、別に筋トレせずにってこと？筋トレ、まあ、はストレッチしに行ったりとか。あ、そういうことか。あ、ただ行くっていう、ただ行くっていう、ただ習慣を作るためにやってましたね。それめっちゃいいですね。確かに、なんか1時間2時間取れない人だって行って、とりあえずストレッチするとか、なんかするみたいな。そうなんかそういう積み重ねが結局自分のなんか習慣化を作り出して、なんか意志力を使わずにそういった行動ができるようになっていって、まあ、いいんじゃないかなって思いますね。なるほどですね。特に、まあ、多分これ聞いてる8割9割方、まあ、サラリーマンの方とか、ね、学校行ってる人とかだと思うんで、それ終わった後にジム行く、まあ、もちろんそれが習慣化できてるんだったらいいけど、まあそうねね、なんか学校終わったらお腹減ってるし、力出ないわとか、宿題出されたわとか、なんかいろんな言い訳ができた、友達に誘われたわとかもそうだし、飲み会誘われたわとか、いろんな言い訳によって多分本来週5行くって言ってたジムが気づいたら週3になっててみたいな、で気づいたら週2になってて、で気づいたら全く行ってないみたいな感じになっちゃうんで、でも朝毎回行くって言ってたら、基本的に朝って起きてないじゃないですか、朝早い時間に行ったら。そうっすね、みんなだから邪魔されることもないし、言い訳がないんですよね、行かない。確かに唯一の言い訳が起きれなかったってだけなんで、それはもう自分の問題ですよね。そうだ、他者によってジムが行けなくなる状況っていうのは避けれるんで、まあ、朝行くってのが一番いいんじゃないですかね。おお、ちょっと俺これ俺ジム契約して2ヶ月行ってないっす。2ヶ月行ってない、やばいやばい、ちょっと朝行きます。これ朝行きますよ。朝よ、朝よ。いいっすね、いいっすね、なるほどっすね。オッケーっす、オッケーっす。うわ、超いい、いいね、いい回やな。オッケーっす、オッケーっす。え、コールドシャワーとかどうですか？コールドシャワーは、はい、昔めっちゃやってましたね。お、はい、今はちょっとタイにいて水がぬるいんで、あんま意味がないんですよ。だからやってないんですけど、ただたまにサウナとか行った時はなんか、はい、タイって結構サウナ充実してて、なんかアイスバスみたいなのがあるんですよ。で普通にコールドシャワーと同じぐらい冷たい、もしくはそれ以上冷たいアイスバスがあって、そういうのには結構入ったりしてますけど、はい、だけどそうですね、自己啓発始めたての頃は、もう毎朝コールドシャワーでもどんなに寒くてもやってましたね。マジっすか。それをやると、それ以外のことがめちゃくちゃ楽に感じるんですよ。あ、そういうことか。朝起きて、一番最初に超寒いのに冷たい水浴びに行くのって、結構それに匹敵するぐらいきついことってあんまないんですよね。確かに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 。まあもちろんあるけど、多分なかなかないんですよ。だからそれをやってしまえば、そんなきついことを朝一発目からやってしまえば、別にその先に来るきついこと、その当時僕は人に話しかけるってことを毎日10人とかやってたんですよ。コミュ力見出が来たくて、はいはいはい、人に話しかけるのと、じゃあコールドシャワー朝一発目どっちがきついですかって聞いた時に、はい、コールドシャワーの方がきついんですよ。僕からしたら。そういうことか。だから、はいはいはい、そう、朝一発にそういうきついことすれば他のことが楽に感じるから、っていう理由で僕はコールドシャワーやってましたね。そういうことか。できついこと立ち向かう時も、いや俺はコールドシャワーね、こんな冷たい水を朝から一発目から浴びるような男なんだから、こんな些細なこと余裕だよみたいな、っていう風に、なんかそのギャップで
物事を簡単に感じさせてましたね。そういうことか。それ以外にもなんか科学的にも証明されてますけど、ドーパミンレベルがなんだっけな、一回下がることによって、うん、ドーパミンに対するなんていうのかな、感受性が良くなるのかな、ドーパミンレベルが下がってそして上がるみたいな、うん、ポルノとかは逆に上がって下がるんですよ。でなんか賢者モードってその下がってるやつなんですよ、逆が起きるんですね、コールドシャワーって、はいはいはい、うん、そのストレスレベル上がるけど、あ違う、ストレ、あ、ドーパミン、ドーパミンによってそのん？だってポルノはバッて上がって下がるみたいな、うん、そう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 、はいはいはい、気持ちいいってなって、うん、そっからまあ憂鬱な気分になるじゃないですか。そうですね。その逆ですね、ゴルシャは。きちっと思って、そっからでも爽快感になるんですよ。あ、うん、でこれも証明されてるんで。はい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 、うん、なんか俺話聞いててすごいなんかちょっと分かってきたっていうか、高、うん、刺激低刺激とか、そう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 、上げる下げるとか、うん、他のことを楽に感じるとか、意思をつかなくするみたいな、うん、なんかそういうやっぱ考え方なんですかね、基本的に。うん、なんかそのコントラスト、コントラスト、うん、あ、そう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 、をなんか意識して作ってんのかなみたいな、うん、ちょっと聞いてて思ったんですけど、うん、そういうことなんですかね。そうですね、コントラスト作ってますね、自分から。あ、はい、あえて、うん、そういうことか。え、そういうのはない、自分で勉強したんですか。どういうの、なんかおすすめの本とか、おすすめのなんか YouTube チャンネルなんかちょっとわかんない、まあ、もちろん自分の方だと思うんですけど、うん、僕最初はネット検索から入ったんですよ、はい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 、だけど結局ネット検索で調べたものってそんなあんまいい情報なくて、うん、でそっから僕は本に行きましたね、うんうん、で本は、まあ、まあまあいい本もあったけど、うん、なんだかんだ僕が一番たくさん情報を吸収してるのは YouTube でしたね。 YouTube だ、うん、で、はいはいはい、それも日本には全く同じような発信してる人がいなくて当時、はいはいはい、僕海外系の、うんうん、海外の、まあ、英語イングリッシュスピーキング の、うんうん、あの YouTuber、 自己啓発系 YouTuber の人を見て、はいはい、あのまあ、学んで、うんうんうん、で自分で実践して良、うん、かったものを自分の経験と自分の言葉で日本で発信してるみたいなことを繰り返しましたね、最初の方が。なるほどですね。おすすめの人とかいるですか。英語わかんないと見れないと思うんですけど、自分がおすすめの人は、僕はあの、まあ、今なんかちょっと方向性がよく分かんないんですけど、うん、なんかファーストマンという人がいて、ファーストマン、イギリスの人で、へー、その人はなんていうのかな、長期的に男を磨く、まあ、美しさとか、うん、あの長期的に努力を費やす大切さとか、うんうんうん、そのマインドセットとかってのをもうひたすら動画で喋ってるんで、それ超勉強に、っていうかそれをモチベーションにしてやってましたね。であともう一人ハムザっていう、はい、自己啓発系 YouTube、 イギリスなんですけど、その、はいはい、が、まあ、すごく登録者を伸ばすのが上手 で、うん、でサムネイルとかタイトルの付け方も上手で、はいはい、まあ、結構それは参考にして、まあ、めちゃくちゃ伸びてるんで、はいはいはい、そのやり方を、まあ、見て真似してやってますね。なるほどですね。 YouTube、 ちょっと YouTube ビジネスというか、うん、YouTube の話は結構聞きたいなと思ってて、うん、なんかやっぱ俺らも、まあ、ポッドキャストなんで、うん、まあ、そのそっちがちょっと結構難しい部分であって、なんか自分で俺 YouTube だとあんま思ってないんですけど、うん、まあ、YouTube 投稿してるから、まあ、YouTuber のくくりに入ると思うんですけど、なんか結構その YouTube 結構おもろいなと思ってて、うん、なんかその伸ばし方とかめっちゃ伸びてるから、ちょっといろいろ学びたいなっていうのもちょっと思ってたんですけど、うんうん、なんか意識してることとかあるんですか、動画の作り方なのかとか、そういうの、まあ、さっきアミソさんの話をしたと思うんですけど、うん、僕はまずコアなファンを作る、うーん、そこが何よりも大事かなと思ってて、うん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 、だから僕ショート動画とか出さないんですよね。ああ YouTube ですか、うん、あ全く出しないですか。全部あれ切り抜きなんですよ。ああの TikTok とかで回ってたりとか、はいはいはい、他で回ってるやつ全部切り抜きで、あれ一切僕作ってないんですよ。あ、そうなんですね。僕はやってないんですよ。僕はやってるけど僕はやってないんですよ。ああ、そういうことか、うん、でなんでこうしてるかっていうと、はい、まあ、ショート動画で動画をたくさん回しちゃうとショート動画に引きつられて登録されちゃうんですよね。ってなると彼らってショート動画の集中力しかないんですよ、まあ、だからロングを見てくれないんで、はいはいはい、ってなると薄い視聴者がどんどん伸びていってしまう、はいはいはい、だから20万人登録者いても、うん、じゃあそのうちの15万人はショートしか見ない人だったらぶっちゃけ微妙なんですよね、うんうん、まあ確かに。だから僕はそれをしたくなかったから、まずショート動画をやらないっていう決心をしましたね。でもう一つがもうとことん価値を与える、はいはいはい、うん、で動画に関係ないことをやらない、案件だったり商品紹介だったり、うん、そういうのをやらない、うん、なぜなら彼らってのは結局
俺から何か学びたいとかモチベーションを受けたいとか、うん、まあ、価値を求めてきてるんですよね、うんうんうん、だからその求められてるものをしっかり出すと、うんうん、できる限りそれで価値を与える、はいはいはい、それを続けていくと、まあ、常時が動画を出したら価値をもらえる、モチベーションをもらえる、うん、今まで聞いたことないことを聞けるとか、うんうん、ね、もしくはやる気が出るとかね、そういった感情を与えることができるんですよ、うんうんうん、だからそれを常に意識してますね、うん、で毎回それを与えることによって、まあ、信頼が生まれるんですよ、はい、常時の動画見たらこう感じれる、こういう感情が得られるみたいな、はいはい、そう、それを毎回与えることによって、まあ、コアなファンができてきて、はい、どんな動画出しても僕だったらまあ数万回の再生は余裕で取れると、っていうのが僕の秘訣だと思ったんですね。うん、とことん濃いファンを作っていく、はいはいはい、うん、濃いファンだ、はい、なるほどっすね。そう、まあ、ポッドキャストだとまた話は違うんです。難しいですよね、ゲストと一緒にやることなんで。そうですね、まあ、YouTuber として僕が意識してるのはそれですね、はい、価値を与えること。そう、なるほど、うん、そういうことか、うん、YouTube ですね。でも結構 YouTube から派生して、うん、なんか、あ、この間めっちゃおもろかったのは、男磨きハウス。男磨きハウス、あれやばかったっすね。もうあのなんだっけ、復讐者佐藤。復讐者佐藤。復讐者佐藤も面白かったし、なんかもうオーディションの部分からおもろくて、すげえなみたいな、うん、あれはちょっと話したと思うし、俺多分で、うん、動画見たんですけど、うん、なんかどういう経緯でやったとかなんかあったんですか。うん、シンプルに、まあ、なんか一つ挑戦したかったっていうのは、まあ、大きな理由ってのと、うん、あと、まあ、僕が言ってることを実際に誰かに体現してもらって、はい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 、それでそいつの人生変えれたら、まあ、僕の説得力が増すじゃないですか。確かに確かに、うん、まあ、僕が結構言われることは、いや、ジョージはね、ハーフだし、うん、ね、身長も高いし、うんうんうん、ね、お前どうせね、お前は自分磨いたからどうにかなっただけだろみたいなこと言われることが多いんですよ。お前はどの道、お前はもともとその素材がいいからどうにかなっただけだろみたいなことやつ言ったんですよ。なるほど。だからじゃあとことん素材が悪そうなやつ、ね、呼んで、それで俺はこいつら変えてやるよっていうのがちょっと僕の中での、あのやりたかったこと。なるほどなるほど、うん、そういうことだったんですね。そうそうそう、どうですか、やってみて。いや、実際にめちゃくちゃ、はい、僕らもね、うん、すごい驚くぐらい変わってもらえたんで、やってよかったなと思ってますね。ただ、まあ、課題点はたくさんあって、まあ、うん、基本的にまあシリーズなんで、うんうん、男磨きハウスって、まあ、エピソードを作ってまあシリーズだったんで、はいはい、そういうの全く僕経験なくて、うん、学ぶことはたくさんありましたね。失敗もいっぱいあったし、うんうん、例えば更新のペースがすごく遅かったりとか、うんうんうん、あと、まあ、スタッフの管理とか、うんうん、まあ、カメラマンちょっとドキャンされちゃって新しい人を呼べなかったとか、うんうん、なんかいろいろバタバタしちゃって、僕結構段取りとか苦手で、うん、まあ、下手で、うん、そういうのが理由でうまくいかなかったことたくさんあったんで、それも含めて、めちゃくちゃまあ勉強になりましたね。うん、もちろんたくさんお金は損したんですけど。あ、そうなんですね。実際どんぐらい損したんですか、聞いてもいいですか。いや、損はちょっと、ないくらってのはちょっとまだはっきりは分かんないんですけど、まあ、でも300万かけて、はい、まあ、動画で稼いだのは多分そのうちの100万ぐらいじゃないですかね。多分動画100万も稼いでない、多分エピソード6個出して、はい、動画の収益だけだったら全然いってない、100万もいってないから、まあ、動画の収益だけで見たら200万ぐらい損してるんじゃないですかね。わ、すごいな。まあ、でも、うん、でそれでまあバズって挽回みたいなこと考えてたんですよ。まあ、うんうん、エピソード6つやったんで1つでもバズれば、はい、まあ、300万かけてもまあリターンがあるかなみたいな思ったんですけど、うんうん、そんなにバズらなくて、まあ、よくて、うんうん、一番最初のエピソードが20万ちょい、ね、うんうん、普通に俺がカメラ開いて喋った方が再生されるっていうちょっと屈辱だったんですけど、うんうん、そうだからあんまなんていうのか、リターンはそんななかったんですけど、うん、まあ、自分の経験と、うん、まあ、一応新しい挑戦、うん、そしても実際に、ね、復讐者佐藤なんてもうあんなボロボロだったのに、はいはい、もう今では普通に女の子と仲良く喋って、うん、もう英語も喋れるようになって、すごくね、うん、結構レベル上がったんですよ。もうマジかって思うぐらい僕もびっくりするぐらい変わってくれたんで、まあ、そういうのを見ると、まあ、はい、おそらく彼の人生変わっただろうし、うん、まあ、嬉しかったですね。うん、確かに彼はもうむちゃくちゃなんか衝撃だったけど、うん、なんか多分終わった後のインタビューみたいなのをちょっと見させてもらって、うん、なんか全然雰囲気も違うし、うん、なんかすごくねみたいな、うん、もうすぐ一目で分かるというか、うん、なんかそれ見てすげえなと思ったんですけど、うん、なるほどね。そうで今タイに住んでるんですもんね。今はタイですね。なんでタイに引っ越そうと思ったんですか。いや、ちょっと申し訳ないけど、YouTube に専念するために僕大学辞めたんですよ。あ、そういうことか。大学辞めて実家戻ったんですね、うん、で、まあ家族からしたら、はい、大学辞めた兄とか家に戻ってきたみたいな
感じじゃないですか、うん、で僕はそれを早く見返したくて、うん、自分の金、自分で金稼いで、うん、もうとっととこっから出てやるみたいなのがあって、はいはいはい、でまあ当時登録者 3,4 千人なんで、うん、まあそこまで、うんうん、たくさん稼いでるわけじゃないから、うんうん、じゃあ今一番安く、うん、場所を借りれて住める場所どこかなと思った時に、うん、タイだったんですよね。あ、そういうことだったんだ。そう、それでタイに移住して、あの、うわ、ここめっちゃいいやと思って日本も日本帰る必要ねえやみたいなっていうノリで、はい、気づいたらずっとタイにいるみたいな。へえーね、それいつぐらい、いつ頃ですか？2年前の6月じゃないですかね。おお、7月、結構長いですね、うん、じゃあもうね、1年半以上というか、うん、もうほぼ2年弱か、だいぶいますね。すごいな、タイだ、うん、それはちょっと調べてここいいなみたいな感じですか、うん、そうっすね、うんうん、まあ東南アジアで一番整ってるのは、うん、まあインターネットのコネクションでも大事なんで、あ、まあそうっすよね、はい、配信するんで、うん、そうだね、まあ、タイかなっていう、そういうの全部含めたら、はい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 、でタイになりましたね。そういうことか、うん、どうっすかタイ、俺もめっちゃ行きたいなと思ってて、うん、なんかタイ、まあ、ヒップホップコミュニティとかで結構ラッパーさんもそうだけどプロデューサーもそうだけどめっちゃみんなタイ行くんですよ。うん、でめっちゃタイ行きてえなみたいな思ってて、なんかおすすめの場所とかってあったりします？おすすめはあの、まあ、結構イメージは超悪いんですけど、はい、パタヤって場所。おお、分かります。僕住んでたんですけど、はい、あのまあ風俗だったりその、うん、まあ、風俗街として発展したんで、はいはいはい、あのまあ夜のなんかバーとかクラブとか、うん、あとストリップクラブとか、うんうん、まあ、売春とかめっちゃそういう系の場所なんですけどそこからちょっと離れた場所、うん、パタヤの、まあ、パタヤのなんか丘があって、その丘の上はめっちゃ静かで綺麗で、はいはいはい、でめっちゃチルでリラックスなんですよ、はいはいはい、うん、サウナもあって、でマッスルファクトリーっていういいジムもあって、うんうん、でめちゃくちゃ居心地が良かったですね、うん、だから、まあ、パタヤとかパタヤのそのエリアとかは結構いいんじゃないですかね、はい、プラタムナックっていう、プラタムナックとジョムティエンっていうエリアなんですけど、はい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 、その辺はいいんじゃないかなっていう思いますね、まあ、もちろん、まあ、パーティーのシーンも、うんうん、ずっといなければ楽しいですけど、うんうんうん、飽きるんでどっかで、まあ、そうですよね、うん、どっかで、うん、まあでもそうですね、僕はそのエリアが好きで、はい、ルーティーンがすごく回せたんで、はいはいはい、ジム行ってサウナ行って飯食って、うん、みたいな、結構気に入ってましたね。へ、うん、今はどこに住んでるんですか？今はバンコクですね。バンコクだ、うん、でバンコクはね、うん、バンコクも、まあ、それと似たようなライフセットアップをしたくて、はいはいはい、まあ、東京でいう原宿とか渋谷とか、うんうん、六本木とかっていうエリアから10分15分ぐらい離れた場所に僕住んでて、うんうん、でそこはなんかオンラインで働く人たちが集まる場所で、ああそういうことか、うん、ノマドみたいな、そうコーワーキングエリアがすごくでっかくあって、あ、はいはいはい、で、まあ、ショッピングモールがあって、はい、でそのもう真横にコンドミニアムが3つドーンって立ってて、はいはいはい、すごい快適なあの環境で今住んでますね。へ、うん、それもいいんじゃないですか、まあ、住むとしたらね、うんうん、住むとしたらね、うん、まあ、観光だったらそうっすね、観光だったら僕あんまり観光しないんで分かんないですね。ああしない、まあそうね、うん、基本的には仕事してるみたいな、うんうん、だけどもいいって聞くのはプーケットとか、あ、聞いたことあるですね、プーケット、あとサムイ島とかじゃないですかね。サムイ島は僕行きましたね。おお、どうでしたか？いやでも結局僕がやることって、うんうん、ジム行ってサウナ行って飯食うだけなんでパテヤでいいわみたいな、パテヤでいいわみたいな感じですね、うん、あ、そうなんですね、うん、そっか、まあ、タイいいですね、ちょっとマジ行きたいですね、うんうん、ちょっと行ったら連絡します。全然マジで全然来てください。 ありがとうございます、はい、あ、すいません、あ、すいません、そっか、え、ちょっとまあ変わっちゃうんですけど、うん、他にもあれですよね、ディフェレントっていうコミュニティやってるんですよね。ディフェレントオンラインコミュニティ、オンラインコミュニティ、はい、これはどういうあのコミュニティかとかも聞いてもいいですか？これはまあ、男磨きをしたい人たちで集まるコミュニティ、簡単に言うと、はいはいはい、うん、まあ、男磨きって結構孤独な道のやったりするんですよ。まあ確かにそうね、うん、だから、まあ、それで同じような目的持った人たちでつながりたい人が、うんうん、1回買い切りでも5000円で払って、まあ、入って、で入ると、パートナーが組めるんですよ、まず、はいはいはい、一緒に男を磨く、自分を磨く、はい、まあ、パートナー、アカウンタビリティパートナーみたいな、広告し合うみたいな、はいはいはい、電話したりとか、まあ、実際に会う人もたくさんいるし、パートナーと会いましたみたいな報告めっちゃ来るんで、それで一緒に頑張る仲間を見つける、はい、でその後に
コミュニティ全体でやるクエストがあるんですよ、うん、クエスト月間クエストみたいな、はいはい、だから今月はあの朝8時までに起きて日光を10分浴びてその後にあのトゥードゥリストを書くとか なんかそれを、みんなでやること統一して、うんうんうん、でこれをやったら1ポイントこれやったら1ポイントこれやったら1ポイントで合計月に何ポイントゲットした人はなんか景品が与えられるんですよ僕の、うん、僕 T シャツあって、うん、あのその T シャツをあげたりとか、うんうん、あと Amazon ギフト券をあげたりとかして、うんうん、あのまあ大会みたいな男目焼き大会みたいなのを毎月やってるのと、うん、あとグループコーチングとライブを、はいはい、限定のねライブを僕が、月に1回やってますね、はい、ほっていう内容で、まあ、5000円で買い切りでやってます、はい、あんま僕これ宣伝しないんで、あ、しないですね全然これは宣伝してもらっていいんですけど入りたい人入ってねいいっすねでも一人でやるよりはね一緒にやる人がいたら確かに、そう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 、なるほど、それで今でも1000名以上もいる感じですね、すごいっすね、はい、それだったらでもなんか同じ仲間と同士と一緒にいるできるから、うんうん、めっちゃ合ってますよ、コミュニティメンバーと会いましたとか、はいはいはい、あとコミュニティメンバーでこの日ここ行ってこれしましたとか、はいはいはい、写真付きで投稿とかしてたりするんで、嬉しいな、こいつらはみんな集まってやってるわって、はい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 、やりがいありますね、めちゃくちゃいいですね、はい、なるほどね、ディファレント T シャツみたいなものあるんですもんね、そうそうそう、ちょっと見たですね、はい、そっか、え、なんかコンファレンスやるって言ってなかったっけ日本で、何ですか、なんかコンファレンスみたいな、コンファレンス、なんか音思い描きコンファレンスみたいなのがあったっす、なんか他の YouTuber の方々とコラボレーションしてみたいな、それは男磨き、あ、2つあって、1つは僕が、はい、僕らで開催するパーティーなんですよ、スーツパーティーなんですよ、あ、みんなでスーツかっこよく決めて、はいはい、パーティーしようぜみたいな、すごいかっこいい会場 で、はいはいはい、でかっこいい動画撮ったりとか、うんうん、あとトークショーしたりとか、はいはいはい、まあ、来た人たちでつながったりとか、まあ、そういったコンセプトやるんですけど、うんはい、もう1つが、まあ男磨きフェス、あ、それですね、うん、それはなんか200名ぐらい、はい、まあ、集まったのに対して、はい、僕ともう一人の男磨き系 YouTuber のジュンさんって方と一緒にトークするみたいな感じのをやりましたね、あ、もうやったんですね、うん、はい、やりました、もうやっちゃいました、ね、お、日本でね、はい、どうでしたか、結構人も、まあ、人200名来て、そっか、まあ、結構たくさん、まあ、初めてなんでそういう200名も集まるところでスピーチするの、はい、うんうん、もうめちゃくちゃ楽しかったですね、へ、うん、いいっすね、実際に今こういう多分そのまあ YouTuber やりながら、まあ、まあコーチングとかいろいろやってると思うんですけど、うん、なんかこれからどういう感じでやっていきたいと か、うん、なんか目標だったりとかってするんですか、まず登録者100万人いくほど、おお、うん、はいはいはい、登録者100万人いったら僕はメンズタワーを作ります、メンズタワー、メンズタワー、何すかそれ教えなきゃいけないね、メンズタワーは、そこに行ったら男目焼きが全てできるっていうアイディアの、タワーです、はい、だから例えばヘアカットもできてバーバーがいて、はい、ファッション教える人がいて、ファッション、はい、まあ多分ブランドとかも入れて、ファッションブランドがあって、多分、うん、あの服も変えて、うん、服もね、あの決めてもらえる、しかも教えてもらえる、アドバイスしてもらえる、うんうんうん、なんか服もかっこよくなれる、はい、でジムがあって、で格闘技の、ジムもあって学べて、はい、で、まあ、瞑想だったりヨガだったり、うん、あとワーキングスペースもあって、はい、でサウナ、コールドシャワー、コールドバス、アイスバス、はい、まあ、それ以外にもなんか男磨きに関連することすべてを詰め込んだタワーを作って、まあ、ディズニーランドみたいな、はいはい、男磨きランドみたいなのを考えてますね、まあ、ただもちろんね、規模はでかいし、まあ確かにね、今到底できることじゃないんで、うんうんうん、まあ、先で見てますね、それは、うん、っていうのは考えてましたね、なるほどですね、もちろん変わるかもしれないですけど、うんうんうん、けどそのアイディアはありますね、これからもタイで住む予定ではあるんですか、しばらくは、まあ3ヶ月6ヶ月半年ぐらいタイかな、その後ちょっと飽きてきたんで、タイ次の拠点なんかないかなって今チェックしてますね、なるほどですね、うん、俺それで言うとなんかドバイ行ってたっすよね、ドバイ、はい、最近、うん、なんか水上車みたいなのって、うん、すげえなーみたいな、うん、俺もドバイ行きたくて、うん、いつか行こうかなっていう、結構バケットリストに入ってるんで、ドバイは何のアクティビティが楽しいですか、観光じゃないですかね。いや、なんか僕、はい、結構つまんない男なんですよ。僕、ジム行って、はいはい、食べ物食べて、はいはい、サウナ行けばいいんですよ。はいはい、はい。俺、うん、それで幸せなんだ。うん、幸せ。じゃ幸せ。娯楽とか、あんまり、いや、まあ、ぶっちゃけた話、はい、僕、夜遊びは好きですね、結構。あ、夜遊び好きなんですね。うん、だけど、まあ、はいはい、なるべく控えてるんで。
この職業上職業上で、ね、夜遊びっていうのはクラブとかでそうクラブっすね。おクラブとか、はい、バーとか、うんうんうん、あと、まあ、シーシャとかもたまに住みますし、ドバイシーシャいいっすよ。あシーシャ、うん、そうっすね、うんうんはいはいはい、シーシャ美味しい。でなんかシーシャカフェみたいなのたくさんあって、はい、わー好きでしたね。ほう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 、うん、あとはまあそうですね、あの水上ジェットスキーはおすすめしないですね。あ、おすすめしないんですか、あれ撮影ありで1回8万とかしたんでマジっすか、うん、あれ1回8万撮影ありで、撮影あれ実はカメラマンがリスク取って、うん、後ろでジェットスキー乗りながら撮ってるんですよ。あ、そういうことか、うん、だから落とす可能性もあるとかっていうなんかそういうので結構料金高いんですよ。8万ってバカエグいっすね、うん、しかも30分で あれ30分ですか。あれ30分です。30分で8万円はエグいわ、生きるためだけにだなんか僕ドバイ行ったんですけど、はいはいはい、これ何も形残さないでドバイ行きましたっていうのはちょっとなんかつまんないかなと思って、まあまあ、そういうことか、なんか派手なことしようと思ったんですよ、はいはいはい、でも派手なこと何しようと思っても結構高いんですよドバイって。確かに高そうなんで、でも一番行けてるのはやっぱあのね、水上ジェットスキーのなんかスポーツカーだったんですよ、うん、だからもういいやつってやりましたね。8万円だったけど、さすが。で結果、はい、今あのカメラマンが持ってる DJI のオスモポケットあるじゃないですか、はいはい、あれその時買って1週間だったんですけど、はい、10万円で買って1週間だったんですけど、ジェットスキーの人にこれカメラジェットスキー持ってて大丈夫ですかって濡れないっすよねみたいな言ったら、あ大丈夫大丈夫みたいな、うん、あのジェットスキー走り出して30秒後ぐらいに水もいっきりかぶってぶっ壊した、はい、だから合計18万ぐらい。合計18万痛い、結構痛いね、うん、それは、うん、あてかもう一つあったわ、はい、ドバイでやったアクティビティ、それも、うん、その前ドバイ行った時やったんですけど、はいはい、僕その時も同じこと考えて、はい、せっかくドバイにいるから何かしようみたいな、はい、ちょっと派手なことしたくて、はい、あのレンタカーをしたんですよ、はい、あしてたっすね、マセラティ借りたんですよ青の、しかもあれ1回借りるのに20万25万ぐらいして、1日で25万、うんうん、けどまあどうせドバイだからやるかみたいな、はいはいはい、やっても借りて、まあ、25万あったらいいんですよ全然、経験のタイムもそれは納得の上でやってるんで、あなるほどね、だけど1日借りて、はい、まずあの初日でなんか駐車して止めてたら、はい、なんか車の上のなんていうんですかね、あのルーフのルーフ、はいはい、あそこに誰かが、うん、多分家の鍵かなんかでギーって傷つけて、まずそれ弁償えぐ、うん、なんか俺のせいにされて弁償で、もう一つがあのそれは結構車を返す間近だったんですけど、はい、左曲がるときに、はい、なんかスポーツカー俺乗るの初めてだったんで、はいはい、全然わかんないし乗り方、はい、あと左ハンドルだったし、あそっかなんかいろいろ乗りにくくて、はい、で結構見えないなんかあるんですよ、見えないなんていうのブラインドスポットがあって、はいはいはい、で曲がるときにその縁石があったっぽかったんですけど、はいはい、全く見えてなくて、はい、左折したらガーッつって思いっきりなんか傷つけて、うん、でもう一つが、はい、走ってるときに、はい、その車を低速させなきゃいけない、こういうバンプがあるんですよ、はいはいはい、ゆっくり走れよみたいなサイン、うんうん、あるっすね、でスポーツカーってめちゃくちゃ車が低い、はいはい、車高が低いから、そうですね、スポーツカーってそれが現れた時になんか押さなきゃいけないボタンがあるんですよ。え、あ、そうなんだ、うん、そのボタンを押すとなんか車高がグイーッと上がるんですね。でそのグイーッと上がったのを待ってからそれを乗り越えなきゃいけないんですね、はい、だけど、まあ、そういう知識もないし、あ、そういうことか、うん、なんか言ってたんですよ、めっちゃドバイアクセントでごちゃごちゃ、ああ、これしろあしろみたいな、バンプがある時はこれやれよみたいな、ボタン押せよみたいな、はいはいはい、いやもうこんなちっちゃいバンプで何もなるわけねえだろうと思って、はいはいはい、無視して突っ込んだら思いっきりうんって言って、あとあとチェックしたらなんかね、へこんじゃって下のしかも一番高いパーツみたいなのがで結果戻した時になんかめっちゃ切れててなんか、はい、お前さみたいな感じで100万ねみたいな、ガチっすか、うん、結果100万の免許マジ、うん、100万で速攻で保険会社に電話したけど、はいはいはい、自分で傷つけた場合は弁償、保険会社は全く責任ないんでみたいなっていう形で結局自腹で100万自腹で100万だったんですか、結構僕ドバイでね損失額多いっすね、やばうわ、それちょっときついっすね、何でも高いもんな向こう多分、そう、だからあんまいい思い出ないですよ僕ドバイ、そういうことか、だからあんま好きじゃないんだ、あんま好きじゃないです、進めないっすね
そっか、うん、結構ビジネスマンとかドバイめっちゃ住んでるイメージあるっすけどね。いやそうっすね、そうっすよ ね, うすね、うん、だけど、ね、手が届かないレベルの人たちなんで今の僕からしたら、あんままだまだそこには僕は及べないかなというか、うん、もうちょっと一回ちょっと出しゃばるのやめて、タイでグラインドモードしようかなと思ってますうわーそれやばいっすね、なるほどっすね、うわードバイやべーな。え、海外結構回ってるっすか、じゃあそういう意味ではドバイ以外でも。そんな、そんな行ったのバリー。ほ、バリー、うん、ぐらいじゃないですかね。あ、結構旅行しない、最近は、最近は、はいはいはい、うん、それは数年前はイギリス行ったりとか、あ、そうね、まあ、中学の時にブラジル行ったりとか、ブラジル韓国行ったりとか、はいはいはい、はあったけど、あとアイルランドも、まあおばあちゃんアイルランド人なんでそれもあったりとかなんですけど、うん、あ、スペインもちょっと行ったかな、はい、っていうぐらいですけど、最近はマジでバリとタイとドバイだけですね。え、娯楽っていうか、なんか楽しいことって何するんですか。いや僕仕事とジムと飯で、それのレベルだ。で泊まりクラブ、泊まりクラブ、うん、あ、そんな感じなんですね、はい、音楽とか聞くっすか。音楽聞きます、クラブ以外は、うん、あ、マジですか。どういう、どういう音楽。あのヒップホップっすね僕も。おー、マジですか、うん、好きなアーティストとかいるっすか。トラビス・スコット、はい、21、その辺。うん、結構意外だったっすね。ミーゴスとかも好きっすね。あ、マジっすか、はい、結構意外っすね、はい、めちゃくちゃトラップとかそっち系っすね。あ、いや UK も好きっす。 UK もデイブとかめっちゃ好きっすね。あ、デイブっすね、はい、いや俺 UK のアーティストめっちゃ好きなんで。おお、マジっすか。そうなんですよ、いやめっちゃ好きっす、なんならアメリカのアーティストより UK のアーティストの方が好きかもしれないです。あ、本当っすか。例えば誰ですか、はい、例えばちょっとマイナーですけど、うん、ヤング T、 ヤング T、 バングズイっていう2人組がいるんですけど、最近出してなくて久しぶりに出した人がいて、うん、彼らとか、あとは J ハスっていう。あ、J ハスしても。J ハス。J ハス、いや。Send me the location。あ、そう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 。あれもめっちゃ好きだし、あと誰だろうな。まあもうそう、まあデイビーももちろん好きだし、うん、まあセントラルシーとかめちゃくちゃ。セントラルシーもいいっすね。いいっすね。セントラルシーで僕、はい、あの黄色いアルバムからなんかちょっと大衆寄りすぎて、ちょっとあれ、うん、僕は黄色いアルバムまでが一番好きでしたね。あ、黄色とオレンジのアルバム、はいはいはい、まあ、めちゃ今でもリピートして聴きまくってますね。まあ確かに分かる。彼のなんかモチベーションのある曲、はいはい、うん、なんかめっちゃ頑張ってたんだろうなみたいな、その這い上がりのこの時期のこの曲が一番好きでしたね。確かに確かに、うん、めっちゃ分かるっすよ、うん、確かに。今ちょっとなんかちょっとポップ な, なんか女の子向けっていうのがちょっとねあれですね、ごめんねセンチ。いや確かに彼らはもう、うん、彼は多分その顔もかっこいいから、うん、それで売れてるし、多分女性のファンがめちゃくちゃ多いと思うんですよね、うん、でなんか謎になんか K-POP のアイドルとコラボしたりとかしてて、うん、あれみたいな、うん、でもその気持ち分かるっす、うん、確かにあの頃の23とかあの辺は間違かったっすね、うん、ちょっとその前のやつとか、めっちゃ好きっす。確かにワイルドサイドかな、うん、よかったっすね。音楽聴くんすね、めちゃくちゃ結構意外っすね、うん、映画とか見るっすか。映画はうーん、全然見ないですね。全然見ないんだ。前は見てたかもしれない。それこそ引きこもってた時期はめっちゃ見てましたね。おー、うん、あのなんだっけな、プリズンブレイクとか、はい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 、その辺のドラマも全部あのビンジウォッチ、はいうん、あと映画とかも結構ビンジウォッチしましたね。へー、うん、最近は全く見ないですね。全く見ないんだ。最近、まあ女の子と一緒に見るぐらいですかね。女の子が見たいっつって、あ、じゃあいいよっつって見るぐらいですね。おまあ、ちょっと女の子の話出たんでちょっと聞きたいんですけど、うん、まあ、ヒモテとモテということで、うん、やっぱ、ま、なんかちょっと答えてたんですけど、なんかジョージってお前本当モテんのみたいなコメントに対して、うん、お前よりはモテるよみたいな、うん、それやりたいです。お前よりかモテるよあれは結構おもろかったんですけど、うん、実際どうなんですか今は。シングル、シングルですね。付き合ってもいない、誰とも付き合ってもいない。おお、それはなんか理由もあるんですか。これ何回か言ったことあるんですけど、はい、例えばじゃあ5年前の自分と比べたら、うん、今の自分だいぶレベル上がったと思うんですよ、うんうんうん、ってことは、まあ、5年後の自分でもっとレベル上がってると思うんですよね。確かに。だから今、例えばじゃあだから5年前に付き合えた女性っていうのは多分、あ、5年前に付き合えなかったような女性と今僕付き合えるんですよ多分。だけどそしたらじゃあ5年後はもっと素晴らしい女性と付き合えるんじゃないかみたいなのがあって、じゃあ今これで付き合って真剣な恋愛をしちゃったら、うん、まあ可能性としてはまあ、僕をめちゃくちゃ好きになる可能性もあるけど、うん、あっちがめちゃくちゃ僕のを好きになって、でも結果的に僕はレベルがめちゃくちゃ上がって、他の女の子行きたくなっちゃうみたいな。でそれで結局はこの子を切るってなったら、この子はめちゃくちゃかわいそうじゃないですか、うん、まあ確かに、うん、だから僕あんま女の子の心傷つけるの好きじゃないんで、そういうのをしたくなくて付き合ってないのが一つと、はいはいはい、あとは普通に生産性の部分ですね。生産性、やっぱり彼女がいると、はい、なんか
まあ、デート行ったりとか、うんうん、お泊りしたりとかちょっと時間たくさん過ごしすぎちゃって、うんまあ、自分のやるべきことがちょっと集中がそれちゃうことが多いって思うんで、はいはいはい、まあ、真剣な付き合いは今求めてないですね。だからなるほどですね、うん、はい、結婚願望とかあるんですか？結婚願望あります。あるんだ。でもそれもやっぱり自分がもっと男として成熟してから、うんうんうん、ちゃんとお父さんになれる状況になってからそういうの考えたいんで、うんうん、それも含めてやっぱ彼女作ってめっちゃ好きになったらそういう方向行っちゃうじゃないですか。まあまあそうですね。じゃあ子供も欲しいとか結婚したいとか、はい、うん、けどそれをやる年齢に今自分はないと思ってるんで、うん、これもっと自分を高めてからそれをやりたいんで、うんうんうん、今はまだあれですね、積み上げだと思ってます。積み上げの期間で、そっちに余裕が出てきたら初めてそういう真剣な恋愛だったり子供だったり家族っていうのは考えていきたいんで、うん、まあ少なくとも30まではないっすね、絶対。ああ、30まではないんだ。30までは彼女作んないっすね。へえ、結構先っすね。うん、逆に、結婚するつもりないのに彼女作る意味があんまり分かんなくて。あ、でもそれはめっちゃ俺も思うっす。結局、相手傷つけるだけじゃない。どっちか振るわけじゃないですか。確かに。どっちか傷つくだけだから、はいはいはい、いらないかなと思って。まあそうっすよね。っていう考えで今はいるけど、まあ賛否両論あるだろうし、はいはいはい、うん、どっちがいいのか僕も分かんないですね。ただ僕はそう思ってるっていう、うんうん、でまあたくさん例見てきてるんで、はい、そこまで好きでもない女の子と付き合って、うん、まあ、妥協で付き合って、うん、結局浮気してるやつとか、うん、結局、まあ、やって捨てるやつとか、うん、なんかそういうの見てると、だったら俺はそういう風にならずに、うん、だったら付き合わない、うんうん、そういうことをするぐらいだったら付き合わないで、今真剣な恋愛するつもりないよっていうポジション取って、うんうんうん、まあ、それでも、まあ、僕と一緒に時間過ごしたいっていう女性がいたら、うん、もう一緒に過ごすよっていう形になってますね。なるほどですね、うん、まあ、でもなんかその彼女作りたくないっていう人の理由としてむちゃくちゃ、うん、ああめっちゃなるほどみたいな、うん、めっちゃしっくりきたっすね、うん、なるほどね。確かに俺ももう付き合わないのに結婚しないのに付き合う意味わかんないっすもん、うん、どんな意味ないんすよ。意味ないっすよね、うん、ただ時間取れるだけじゃんって俺は思っちゃうタイプなんで、うん、確かに確かに、なるほどっすね。でまあ長期的に付き合ったらその、うん、3、4年とかもしそれで付き合ったら、うん、まあ、どっかで別れるなんて、その3、4年なんだったのっていう、いや本当そうですね、まあもちろん思い出にはなるだろうけど、うん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 、っていうのもありますね。確かにその特に女性側に、うん、デメリットが大きいんじゃないかと。確かに確かに、うん、でそれなんでかっていうと、まあ男の35歳と女性の35歳って違うじゃないですか。全然違いますね、うん、男の35歳は全然なんていうのかな、まあ、むしろ男としてのピークというか、はいはいはい、うん、だけど女性の35歳ってなると、まあ結構そのじゃ結婚子供っていうところのなんていうのかな、まあ年齢的なその正しい時期ってのが、うんうんうん、男は35でも全然、まあ、40でも結婚子供いけるけど、うん、まあ、女性ってなるとその年齢高くなれば高くなるほど難しくなってくるじゃないですか。そうですね、リスキーになってくるもんね。そうそうそう、出産とかも、うん、だからその女性のまあ若い間のこのピークの時間を奪っちゃうってので、もし俺とじゃあ5年間付き合った女の子がいたら、その子で途中で俺が捨てちゃったら、うん、その子30とか35になってから、うん、じゃあ今から他の男性見つけないとってなって、うんうんうん、多分25歳で他の男性見つけるよりも35歳で他の男性見つける方が難しいと思うんで、そうですね、そうですね、相手の時間も奪っちゃうんで、うん、だからいろんな意味で、まあ、相手の人生を台無しにしてしまう可能性もあるし、うんうんうん、まあ、僕カルマを信じてるんですよ、はい、うん、人にいけないことしたらそれは戻ってくるみたいな、うん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 、だからポイ捨てとかもしないし、うんうん、自分の中でなんか保ちたいモラルみたいなのがあって、はいはいはい、そう、まあ、それも理由でやりたくないですね、そういうことは。さすがっすね、リスペクトっすだからそれをまあね、この俺のコンセプトがおかしいっていう人もまあたくさんいるし、うん、あ、元々考えたこと、うん、そもそもなんか人を上下に見るのは良くないとかね、女性は40でも輝けますとか、はいはい、いやもちろんそうだよ、そうだけど、一般的に見て40の女性と20の女性と20の女性の方が、うん、それは選ばれやすいよっていう、そうですよ、うん、とか、まあね、そのじゃあ5年前の俺と、うん、今の俺だったら今の俺のレベル高いから、うんうん、今の方が自分の理想に近い女性と付き合えるよ、そしたら30になったらもっと理想に近い女性と付き合えるよ、うん、なんか、うん、まあ批判も来るようなことを言ってるんですけど、まあまあまあ、でもこれは僕の考えですね、うんうんうん、なるほどですね、うん、はい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 、まあその感じで言うと、うん、それやっぱモテるモテない、うん、まあここ辺とか結構おもろいと思うんですけど、うん、
モテたいやつはやっぱ、まあもちろんそのジョージ君の YouTube 言ってることをやるべきだとは思うんですけど、どういうモチベーションだったりとか、なんかどういうのがやっぱ一番男としてかっこいいと思います？なんか男、これが男だよねみたいな、ジョージの言葉で言うとどういう感じですか？あれも精神的に肉体的に強くなることじゃないですかね。でそれってのは結局厳しさからしか生まれないと思ってて、あの楽な道楽な道楽な道で生きてる人って結局強さが生まれないんですよね。だから例えばじゃあ一日中引きこもってゲームやって、それで気持ちよくなって寝てっていう日々を繰り返してる人と、まあ結構あれ、まあ、例が極端だけど、じゃあ軍隊に入って、はい、毎朝6時に起きてそれで厳しいトレーニングこなして国を守って、どっちが強い男ですかって言ったらやっぱり、そっちの厳しい生活をしてる方じゃないですか。はい、確かに。軍隊になれたら、軍人になれたら言わないけど、けどそういったらやっぱり厳しさを自分から自ら選んでやっていかないと、やっぱりかっこいい男にはなれないんじゃないかなってのは思いますね。なるほどですね。でそういったのもの、そういったものを自分から選んで、まあ、リスク取ったり、まあ、厳しい道を選んで常に成長をしてる男っていうのは結局かっこいい男になってくる、ね。それはまあ肉体的にも精神的にも、成熟していくんじゃないかな。そう、なるほどですね。っていうふうに僕は思ってますね。そういうことか。なんか俺結構、まあ、そういうに近いとは思うんですけど、なんかその、まあ、こういう前に出る仕事したわけじゃないですか、俺たちっていうのは。でまあそうなった時にやっぱいろんな人から見られるから、やっぱそれを目当てに来る女性とかも多分いると思うんですよね。でプラスなんかその、なんかそのアメリカのそういうなんか、まあ、啓発系、自己啓発って言ったら難しいかもしれないですけど、メンズコーチみたいな人たちって結構なんかその、あの一人の女性と結婚するみたいな信じたい人結構多いイメージあって、あ 5人ぐらい、女の子も結婚なんでしないみたいな、女の子5人ぐらいいて何が悪いのみたいな、男は繁栄しきれいからいっぱい女の子いてもいいでしょみたいな意見ある人とかもいると思うんですけど、それについて思うこととかあるんですか？いやでもその人たちはその人たちの段階にいるわけじゃないですか。だから全く一般人とは別レベルの世界生きてるんで、お金稼いでる額も違うし、まあまあそうですね、その身の回りに、ね、置いてる女性も違うし、はいはいはい、女性の種類も違うし、うんうんうん、だからそいつらが一般大衆に向けて彼らの価値観を押し付けるのは違うかなと思いますね。だ普通の一般人は一人の女性と結婚したら多分うまくいくし、うんうんうん、多分そこまで余裕ないと思うから、金銭的にも時間的にも1回に3人の女性と結婚するなんて、でも彼らはもうね、そのレベルというか、あのまあじゃあもうお金も自由にもいくらでも手に入って時間もあって、だったら別に何人ね奥さんいても大丈夫なんだろうけど、それをね一般に向けて進めるのは違うかなって思いますね。なるほどですね。ジョージ君がそのオプションがあったらそれどうですか？いやそのポジションにたどり着かないと分かんないですけど、まあそうですよね。まあでも僕はさっきも話したようにあんまり人の心傷つけたりとかは好きじゃないんで、まあ帰ってくるのはなんか、まあね、結局憎しみのエネルギーみたいなのが多分僕にぶつかってくるんで、複数の女性、例えば一人もちろん絶対お気に入りが出てくるわけだし、まあ、そしたらね、そっちのお気に入りじゃないやつらはね多分ね、ムカつくだろうし、その辺のなんかいざこざとかだるいんで、はいはい、多分一人絞るんじゃないですかね。なるほどですね。へえ、面白いですね。結構難しい質問だと思うんですけど。全然全然ですか。そうかそうか。なるほどですね。結構カルマとかそういうのも信じですか？やっぱなんかそのまあちょっとスピリチュアルだろうか。結構精神とか信じてますよ僕。マジですか？だって僕今の生活、今のあのまあ、昔持ってた目標とかも毎日紙に書いて、はい、それでもう紙に書いた通りに実現して、あとビジョンボードとかも作って、あ、そうですね、全部気づいたらそのビジョンボードの写真通りになってるんですよ僕の生活が。へえ、もうその僕今タイの、はい、まあ、結構タワマンというか、はいはいはい、40階に住んでるんですけど、そっから見た景色があるんですよ、はい、その景色が僕が5年前4年前に作った、はい、5年前はもったい3年前4年前に作ったビジョンボードと全く同じ景色だったんですよ、はい、で僕はそのビジョンボードの忘れてたんですよ。あ、マジっすか？ビジョンボードって飾るんじゃなくてしまうんですよ、はい、うん、作ってしまう、しまうってものですか、うん、そう。そしたら最近何かのタイミングでそれ見つけて、はいはいはい、もう全く一緒やみたいな、完全に忘れてたんですよ、はいはいはい、うん、マジっすか、うん、ビジョンボードだ。そう、ビジョンボードとノートに毎日書く、はい、で、まあ、自分が
想像してたことが実現してるんで、はい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 、もちろんそれに対してハードワークしたってのもあるけど、うん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 、でも実現してるんで、うんうん、まあ何らかのスピリチュアル信じてますね。その信じる力というか、はいはいはい、引き寄せるというか、うん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 、はあるんじゃないですかね。やっぱジャーナルとかおすすめですか、うん、ビジョンボードとかおすすめ。ビジョンボードジャーナルはやってましたね僕、まあ、今もやってますよ。今もやってるんです、ね、今も毎日自分の目標だったり夢だったり、うん、書いてますね。その日やるべきこととか。うん、どういうこと。普通に毎日俺はこれまでにこうしたいみたいな書くってことですか。まず僕感謝から入るんですよ。ほう、感謝することを3つ書くんですよ、はい、で感謝ってポジティブなエネルギーじゃないですか。確かに確かに、うん、ネガティブなエネルギーっていうのは文句じゃないですか。文句だったり、そうですね、ね、ね、まあ文句っていうか、まあ、うん、感謝じゃない、感謝の反対じゃないですか。そうですね、うん、だからまず感謝をしてポジティブなマインドを作り出す、はい、そこから入ってその後に、はい、目標を書きますね、はい、今だったら登録者100万人とか、うん、でそういった目標を書いて、でその後にじゃあその目標を達成するために今日何するかっていうのを書き出して、おー、そういうことか、うん、でその後にその日の感情っていうのを書き出しますね、はいはいはい、その日の感情、うん、はいはいはい、でこの感情なんで書き出すかっていうと、基本的にその日の感情ってのは前日から作り出されると思ってて、うん、例えば前日ね、夜遊びしてました、ね、うん、夜朝を遅くまで、ん、夜遅くまで、うん、ね、スマホいじって起きてましたとか、まあ、そうなると睡眠不足とか、うん、もしくは、ね、ジャンクフード食いましたとかってなって朝起きると気分悪いんですよ。確かに確かに、うん、ってなると、まあ、理由が分かるわけです、書き出すと、うんうん、今俺は気分が悪い、なんで気分が悪いんだ、うんうん、あ、昨日こういう行動してこういう仕事してこういう行動したから、うん、ってやると反省ができるんですね、はいはいはい、そうしていくと、まあ、改善できるというか、うんうんうん、じゃあ今日こういう風なフィーリングだから、これをなるべく明日はこうしようとか、うんうんうん、その逆もしっかりで今日はフィーリングが良かったとする、うんうん、そしたらなんで俺今日今フィーリングいいんだろうっていうのを、うん、まあ、反省して、あ、昨日多分卵5個食ったからだとかちゃんと寝たからだとかそういう風に毎日、はい、自分のフィーリングを書いて分析してますね。なるほどね、うん、それを毎日やってるんだ。すげえな、うん、なるほどっすね。ビジョンボードはどういう感じですか。1年とか2年とかまとめて作るみたいな。いや今は作ってないんですけど、はい、当時オンラインで稼ぐっていう夢を掲げた時に作りましたね、はい、うん、で最近になってどっかで発掘して、うん、あ、これもう全部達成してんだみたいな感じでしたね。すげえな。そう、わあ、なるほどっすね。そう。じゃあやっぱ何かを始めたいとか夢を今持ってる人はやっぱそこから始めることをお勧めしますかね。うん、なるほどっすね、うん、わあ、なんかめちゃくちゃなんかこういう話をする回あんまなかったんで。あ、本当ですか。めっちゃいいっすね、うん、でもラッパーとかって自己啓発好きなんですか。いや、あんまりですね多分ね。いや、でもなんか自己啓発に近いところあると思うんですよ。僕もそのだって歌詞書かなきゃいけないじゃないですか。そうですよね。クリエイティブなマインドセット作んなきゃいけないし、うん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 、多分何らかのルーティンとかあると思うし。そうですね、うん、しかもみんなやっぱ成り上がるとか勝ち上がるみたいな、うん、結構マインド持ってるから、うん、結構どうなんですかね。似てる部分はあるか、まあ後で、ね、僕のポッドキャストで聞こうと思ったんですけど、うん、確かに、うん、いや、でもなんかあんま言わないかもしれないです。やってたとしても自己啓発とかの話をしないかもしれないですよね。なるほど。格好やブランディングとかめっちゃ気にするから多分、うん、その可能性あるですよね、うんうん、で見てるところめっちゃあると思うんです、うん、ヒップホップはそういうのはめっちゃ似てんのかなって、うん、俺はめっちゃ思うんですね。結構歌詞に出てますもんね。そうですね、うん、いや結構歌詞にがっつり書いてる人がいるから、だから俺はそれが結構ヒップホップの好きなところかなっていう、うん、なんかクリエイティブとかもそういうのめっちゃ好きですけど、うん、やっぱそのリアルになんか流れ成り上がりたいとか、うん、なんか自分のなんか状況変えたいみたいな気持ちってすごいストレートにヒップホップって言うから、うん、なんかそれが俺的にはめっちゃ好きなっては思いますね、うん、だからラッパーとかもこれ見てたら最高じゃないですか。見てね。見てね。うん、ジョージだよ。ジョージだ。知らなかったらジョージです。なるほどですね。うん、なるほどなるほど。あ、でも結構聞けたな。あ、最近の怒涛のコラボについて来たんですよね。お、最近帰ってきたばっかりですよね。うん、一時期的にね、うん。むっちゃいろんな人とコラボしてません？やばいっす。僕もう2週間の滞在で全部埋まりました、はい、コラボで。マジっすか。休みなしで時には1日2コラボとかもありますね。うおー、いかちいな。なるほどですね。それはもう最初からもうそれやろうと思ってきたんですか。いや、最初はその3月31日にあった男の磨きフェスのために帰国するって決めてて、はいはい、で、まあどうせなら、うん、できる限り、まあなんていうのかな、マックスアウトしようと思ってこのトリップを、うんうんうん、ちょっとどうしようかなと思った時に、じゃあエンタメ系の人たちでも、うん、登録者多い人たちでもとりあえず顔出して露出増やせば、うんうんうん、まあ気になった人が俺のチャンネル来てくれるかなと思って、それでもうとことん、うん、あと僕ポッドキャストチャンネルやってるんで、あ、そうですね、まあ、そこでね、まあ
そういった方にインタビューして、うん、どういうふうにそこにたどり着いたのか、うん、大事なこととか、うんうん、まあ、もしくはあの、まあ、面白いトピックについて話し合いたりとかしたら、うん、ポッドキャストチャンネルもいいかなと思って、うん、そういう理由で、はい、今回コラボしまくってますね。なるほどですね。いやすごいなと思って、結構そのコラボするイメージじゃなかったんで。あ、僕でもメインチャンネルはしないんですよ。あ、そうですよね、僕のメインチャンネルはもう自己啓発で、僕が視聴者に向けて喋るチャンネルなんで、はいはいはい、そこに他のゲストを入れるつもりはないですね。だから基本的に僕が、他の YouTuber の方のチャンネルに顔出させてもらって、うん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 、まあ、そこでその人たちの視聴者に見てもらう感じをイメージしてますね。なるほどですね、うん、へえ、いやすごいですね。でもポッドキャストは結構そうか、ゲストいないといけないから。ポッドキャストはゲストを呼ぶ。そういうことか。メインチャンネルはもう僕と視聴者のチャンネルにしたいんで。なるほどですね、うん、あとは Vlog で、まあ、その様子をね、はいはいはい、撮って、うんうん、まあ、一日の様子撮ってそれ出すみたいな感じで、そういうこと。コンテンツを作りまくる、コンテンツを作りまくるっていう感じですねなるほどですね。いや、はい、めっちゃなんか結構 そういうタイプじゃないと思ってたんで、普通に、うん、なんかやっぱコンテンツなんか自己啓発系とかそういう感じをやっぱ、まあ、やってると思うんで、うん、なんかちょっとそういうイメージと違うじゃないですか、うん、でも結構エンタメとかにいろいろ顔出してるから、うん、結構そういうのも考えてや、なんか結構がむしゃらに、まあ、言い方ちょっと難しいですけど、うん、がむしゃらにやってるというか、うん、なんかそれがめっちゃいいなと思って、うん、やっぱそのやんない人とかいると思うんですよね、なんかブランディングとかとか、うん、でもなんかそういうのをやってたから、やっぱすごいなんか本気でやってるんだなっていうふうに思って、うん、まあそもそもなんていうか、今助けを必要としてる人たちって結構そのエンタメ系の YouTube めちゃくちゃビンジウォッチしてると思うんですよ。ああそういうことか。だから僕のターゲットなんですよ、はいはいはい、逆にね、うん、なるほど。そうだから、そいつらに俺の存在知ってもらうためにやりたいですねそういうことか、はい、なるほど、ね、めちゃくちゃ楽しかったです。本当ですか、うん、昨日一昨日のコラボテセサックチャンネルっていう、ね、なんかインキャのみたいな、そうインキャある系のやつやったんですけど、マジ楽しかったです、うん、もう演技超楽しくて、もうこの道もありかなとか思っちゃったぐらい、うん、最高でした。演技だ、うん、俳優っすか、うん、俳優、全然いけるわみたいな、結構センスあるって言ってもらえたし、マジっすか、うん、おだからこれ面白いなみたいな思っちゃいましたねそう、いやコラボしてみてとか聞こうと思ったけど、うん、そうなんですね、楽しいんだ。翔、うん、さんともコラボしたっすもんね。翔さんともコラボして、はいはいはい、でこれからたくさん大物とコラボしていきますね。おー、うん、すげえな。マックさんと2週間すごいっすね。いやリスペクトすごいですね。いや今多分めっちゃ来てる時期だと思って、うん、まあ体壊さずっていう感じで、はい、登録者100万人ですか。いきます。目標でいきます。このこれあとなんかチェックしてほしいことがなんかあります。チェック、これからこれこういうことするんでぜひチェックしてくださいみたいな、なんか予定なのか。特にないんで、はい、今ね、男磨こうと思ってる人たちとか、はい、まあ、人生変えようと思ってる人たち、うんうん、俺いいアドバイスしてると思ってるんで、自分で、うん、自分のチャンネルで、で全力でやってるんで、まあ、そういったの力になれればいいと思うんで、見たい方はぜひ見てください。と、うん、いうことで、まあ、あっという間に1時間半ぐらい経ったんですけど、マジ楽しかったです。ありがとうございます、僕もあんまりねこういう風にインタビューしてもらうことなかったんで。あ、そっか、はい、はいはい、ね、出たかったっす。マジですか。めちゃくちゃ嬉しいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。熱い熱い。いや、今日はまあこのタイミングでめちゃくちゃコラボできて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ってことで、ぜひぜひね、ジョージ君のチャンネル、皆さん見てもらってね、まあ、TikTok とかも切り抜きいっぱい回っていいけど、まあ、YouTube とかが多分メインの、うん、持ってると、載ってると思うんで、うん、YouTube と Instagram かなとか、まあ、そういうところをチェックしていただけたらと思います。はい。ってことで、また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスナイス。